とつまちにします。はい、わとつ、ハチいらっしゃい。とつまちやります。暇なんで。ああ、間違えた。はい、ワード2、いらっしゃい。どこか。はい、ワード2、ジュピターさんいらっしゃい。ルビスガチャ一回回そうかな。のんたんどう思う？回した方がいいかな。来て、じゃあ一緒に回そう。ルビスガチャ回してみっか。もう大コラボ期待できねえから。これ大の剣も外れでしょう、どうせ。ぶん回す？ぶん回しちゃう。でもな、ルビス、どうなんだろうな。どう思う？一年間ために貯めたのに、ここでぶん回しちゃっていいのかな。どうしようかな。迷うな。ぶん回すか。待て、待てって言われてるんだけど。待った方がいい？待った方がいいかな。また貯めとこうか。まだ貯めとくっつってもさ、もうさ、期待ができないんだよ。ルビスの弓。ルビスの弓。待った方がいい、ハチ。絶対？ルビスの雷、ザオラル。ザオラル微妙だよな。ギガデインでしょ？で、ホイムギガデイン。何しても後悔。何しても後悔する？ マジで？天空シリーズも、これ待った方がいいかな？どうなんだろう？あれ？一周年？星ドラの一周年っていつだっけ？星ドラのリリースっていつだったっけ？一周年まだ先だよな。
暇すぎてもうなんか頭おかしくなりそうだよ俺。暇。刺激が欲しい、刺激が。いっぱいやってるね。みんなやってる、みんなニコ生じゃん。うん、鮫島、関信吾、稲子、エセアカ、アイラ、のぞみ。これひどいよね、この現象ね。すげえな。どうしようかな。もうやることないんだよな、このゲーム。引かない方がいい？こうちゃん見ようよ。こうちゃん見るっつってもだってねえ、どうせいつもの枠でしょ。おーかわいい。 そうでしょねって言ってるだけでしょ。カウンターかわいいじゃん。ひなこ。ほんなほら花火もらってる、すごい。花火もらってるけどさ、いなこって10個上なんだ。うん、のんたかわいいでしょ。うん。いなこだ。いや超暇だな、なんかやりてえな。ガチャは取っとくか。でもさ、大コラボどうなんだろうな、これ。もうなんかこのゲームもうほんと先がないと思うんだよな。ダメだね、無課金っていつまで経っても無課金だね。でも無課金でさ9万円分貯めたのすごくない？9万円分だよ。あれから新馬合流券無料で1本出て、新金玉1個使って3突。すげえな、新馬合流券貫突したら結構使えるもんね。ギガブレイク、被験ギガブレイクはマジで強いと思う。っていうか、あれだね、バランは、下の装備とかが強いね。新馬合流券無料で1本出たら羨ましいな。つみきちゃんいらっしゃい、ワード2。俺、新馬合流券に全部発するつもりだったのにな。まさかだよ。まさかこんなに面白くないとは思わなかったもん。まだ取っといた方がいいかな。一回だけ回さない？一回だけ回してみない？ルビス。一回だけ。年始だし。ノンタンに回してもらおうよ。一回だけ。今、89,650 ジェムあるから、一回だけやろう、一回だけ。もう絶対一回こっきり。泣きの一回。やろうよ。一回。10連ガチャ。3000円分。9万円あるから、3000円分ぐらいまた貯まるっしょ、すぐ。のんたん頼むよ、じゃあ。一回だけやるわ、一回だけ。運試しで。ルビス、ルビス、ルビス。40連 ?40 連って何回？ 4 回？ 12,000 円分使うってこと？ 40 連いっちゃうじゃん。40連いくか。40連いこうか。さあ。一回じゃねえ。とりあえず一回やろう。ここ押して。いきます。どうなるかな。12,000分いくか。じゃあこれやって。ヒューヒュー。いくぜ。いくぞ。いくよ。まず一回目。今年一発目。二回跳ねろ。一回。まあまあ、一発目だから。一発目だ。ノンタン引いて。一回、一回跳ね。二回目、マグマの杖。じゃあ俺行くよ。二回跳ねろ。一。あ、くそ。これ幸先悪いな。ノンタンもう一回。四回目。トーン、あ、跳ねね。星さん。じゃあ、5回目いきます。5! トン。これ5だよね。うん。じゃあ、ノンタン6回目。稲子いるね。1回。あー、くそ！ダメだな。1回も出ねえわ。星5。もう1回行くよ、俺。ほい。7回目。
1。ダメだわ。ダメ。8回目のんたん。8回目。ああ、次。1。ああ。クソだわ。これ大丈夫か、確率。9回目いくよ。9回目。1。ああ、いや、嘘だろ。星5一個も出なかった。じゃあラストは確定だから、のんたん。ラスト確定。1、2。バーン。いいじゃないか。いや、これ最悪。なんだと思う。言うなよ。はぁ、あ、これひどくね、これひどくね、今年一発目ミラクルシールドなんだけど。ミラクルシールドのみ。クソだろ。進化玉3個買える。進化玉3個。あ、そうなんだ。一応キャプルか。じゃあもう一回行こうか。今度俺から、俺やっていい、うん、いや、最悪だわ。ミラクルシールドどんなんだっけ。いいや、回すよ。行きまーす。行きまーす。1回目。うわ、最悪。跳ねなかった。ミラクルシールドのみでした、さっき。2回。1。ぴょん。外れ。3回目行きます。3。跳ねないね。これ大丈夫か、確率。4回目。ぴょん、ぴょん。あ、ダメだ、跳ねない、全然。5回目。ぴょん。外ればっかりだよ。6回目。いけー。1回も跳ねないね。7回目ね、これで。そうだね。7回目。ぴょん。あー、イライラする。うん。同じんばっかだね。ダメだね。8回目。ダーチ。8回目。あれ？え、これ確率どうなってんの？マジで。9回目。ぴょん。お、来た！あー。大天使のコン。大天使のコンです。9回目。大天使のコン。え、これ強かったっけ？大天使のコンって。大天使のコンってなんだっけな。はい。ラスト。これも星5確定。ぴょんぴょん。うわー、マジか。大天使の爪。大天使。大天使の爪です。嘘だろ。大天使の爪ってなんだっけ。うわ、だったら大天使の剣欲しかったわ。大天使のコンと大天使の爪でした。微妙。大天使の剣だったら大当たりなのにな。じゃあ3。もう一回行こうか。じゃあ、のんたんやる？じゃーん。あれ？武器売れって。あ、いっぱいなっちゃった。大天使の爪ってどうだったっけな？そう。微妙だよね、大天使の爪って。なんか外ればっかりだなぁ。これはひどいぞ。これはひどい。幸先悪いな。あ、いい、エミちゃんいらっしゃい。そうだね。いや、剣のみ。あの、ハグメタの剣、マックスにするから。ハグメタの剣にかけてるから、俺。ルービス。はい。いきまーす。2回跳ねね。2回跳ね。のんたんからいく。ダーン！ぴょん。微妙だ。いくよ。はい。ぴょん。ぴょんぴょんね。ぴょん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 。3回目。ぴょんぴょんぴょん。微妙だな。辛いな、正月。これ4回目？うん。4回目。ぴょんぴょん、起きた！うわぁ、もう
帽子幸せの帽子ってハズレだよね。初めてだけど幸せの帽子でした。何これ、幸せだわこれ。幸せの帽子って何だったっけな。幸せだわ。5回1、幸せの帽子ハズレだろうな。6回目、ぴょん。うわ、なんかムカついてきた。ゴンタさんパフェありがとう。7回目いくぞ。うん、7回目。1、うん、8回目ぴょん。星ドラですね。星のドラゴンクエスト。はい、9回目ぴょん。2回跳ねろ。あ、跳ねすらない。じゃあ確定いきます。棒が出た。棒出たね。お、あー、くそー、もうもう大天使のハンマーハンマーでした。大天使ハンマー。マジかよ、なんで大天使の剣出ねえんだよ。うわ、なんか腹立ってきた、大天使シリーズに。じゃあラストいきます。ラストいきます。ラスト次じゃん。次次するよ。12,000円分ね。いい、うん、うん、俺から行く。うん、俺から行きます。するよ。なんだこのクソゲー。ぴょん。クソ。もう一回。なんとか。12,000円分ぶっ込んでこれかよ。クソだな。鉄の盾だって。3回目。はいはい。はい、4回目。たぁ！来い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 。種。うん、なんなんだよ。5回目いきます。5回目、ぴょんぴょん。くそ、またこれか。うん、外ればっかりだね。6回目、えい。6回目、1、2、起きた。あー、もう出ちゃった。月の奥義クソすぎるんだけど、こんな外れ引く。月の奥義だって。星のドラゴンクエストです。え、今何回目だったっけ。7回目かな。ぴょん。うわー、もう最悪。不注、パワーを注入してください。ぴょん。いや、ひどいな。あ、次がラストかな。次がラスト。はい、あれ違うわ。のんたんか。のんたんラストかな。トーチ。ぴょん。うわー、もう最悪。こんなハズレある。黄金の爪だって。また爪出た。ちょっと待って、黄金の爪かよ。うわ、ないわ。なにこれ。ひっど。え、なにこの大ハズレ。もう一回やります。いや、もう、こんなひ、クソゲーすぎるわ。俺、全力でいくわ。いや、これひどくない？こんな大外れなくない？何これ？いや、もういきます。いきます。いや、ひどすぎるわ、これ。1回目。いや、これひどいわ。プレミアムガチャとは思えないよね。2回目。3回目いきます。3回目。腹立つわ。4回目、起きた。あー、微妙。あー、喜んでいいのか微妙。刀身のなんだっけ、これ微妙じゃん。刀身のハンマー、これ。え、今4回目っつった俺。方針のなんだっけこれ。いいや。うわー、なんか腹立つわ。なんか6回目。あ、7回目。よし、8回目。モンタン頼むよ。8回目。もう一回、もう一回。
頼むよ。9回目ラスト。いやーこれひどいわ。1万5000円分頼むよ頼むよ。1、2、バーン。あー、くそムカつく。何これ、スパイクアーマー下。うわ、ないわスパイクアーマー。これ腹立ってきた、だんだん。え、これなくねえか、激しい雄たけびか。うわ、ないわこれ。うわ、ないわ。うわ、腹立つわ。もう一回やっていい？もう、いや、ちょ、これない、こんな終われないよ。こんなルビス一個も出ないとかないでしょ。もう一回行くわ、1万8000円分。いや、腹立ってきた、だんだん。腹立ってきた、もう。ルビス。いや、ルビスっていうか、一回。いや、だんだん腹立ってきた。剣出ないね。剣出ないどころじゃないよ。もう、ほんとクソだよ、これ。うん、2回目。ぴょん。ぴょんしかない。これ、確率おかしい。3回。ぴょん。ぴょん、来た！イエーイ！これは当たりでしょう。ルビスの冠。ルビスの冠。これ当たりでしょう。これ当たりでしょ、ルビカン。ルビス冠なんだっけ、これ当たりだよな、確か。これなんだっけ、これ当たりだよね、ルビスの冠。なんだったっけ。あ、呪文が一回強攻撃になるんだ。ノンタイ引いて。4回目。ぴょん。もう一回。5回。ぴょん。お、来た！お、ルビス！イエーイ！ルビスのローブした！ルビス連続！ルビスの冠、ルビスローブした！これ確か良かった気がするんだよな。これ当たりだよね、ルビス。これも当たりだよね。確か。いいね。え、6回やったんだっけ？ 7 回目。ルビス、ルビス。8回目。ルビスの頭、冠と舌が出てます。ノンタン、もう。ノンタンいいよ。1、ラスト。てい。ぴょんぴょん。あれ？もう一回だ。次でラスト。これは良かったね、最後は。ルビスの冠、ルビス舌、ルビスローブか。ぴょんぴょん。うわぁ。ないわ。最後、アークワンド。最後。いや、もう3万円ぶっぱするわ、俺。もう決めた。ここまで来たら、引くに引けねえわ。3万円ぶっぱします。え、女限定装備なの？ルビスの冠。あ、いいじゃん、いいじゃん。ルビスの秘術。1.5 倍にすんだって。あ、これいいじゃん。ルビスの秘術。と、あとは、ルビスローブは、ルビスの恵み、補助呪文のコツ。あ、強いじゃん、強いじゃん。あ、これ強いわ。これ強い。いいね。いや、強い、強い。強い。あの、賢者系だね。賢者に切り替えようかな。じゃあ、2万1000円目ね。あー、売れって。しまった。もう道具売ってくるわ。いや、もう、ぶっぱなすわ、ここで。まあ、だんだん頭きてっから、これ。ちょっと待って、持ってて。トイレ行ってくる。あー、イライラするわ。
1万8000円分使ったんだよね。もうここで勝負かけるわ。飲んだ、飲んだいいよ。違う違う、オッケー。で、福引き。福引き。じゃあ今回はノンタに全部っぱしてもらう。これ、ルビス。それで、10連。はい、1万2000円分いきま、あ、じゃあ1万2000円じゃない、2万1000円分いきます。ルビスは良かったよ。賢者に切り替えよう、スパスだ。一回。うん。ダメですね。一。お、なんだこれ。かっこいいデザインだね。三回目。うん。星空辛いなぁ。ガチャ。四回目。ぴょん。五回目。6回目。お、来た！うおー、来た！ルビス！ルビスローブ上！ルビスローブ上です！揃ったでしょ？ルビス、魔法使い系だね。うおー、すげえすげえ。ルビスローブ上。はい。いいね。7回目。ルビス揃えたね、ノンタ、うん、俺全然引いてないんだけど、あの当たり4ナイスだね。いや俺はね、大天使の剣が欲しいんだよ。9回目ピョン。大天使の剣お願い、大天使の剣、大天使の剣。あーは、うっ、やったー、ついに手に入った。うわ、超嬉しい、超嬉しい。大当たり飲んだん、これ。ありがとう。メラゾーマ使いになれます。やっとメラゾーマ使えるよ。賢者の杖。あ、これもう、そう、あれだね。これ完全に賢者になれって言ってる。俺もともと賢者やりたかったんだけど、賢者になれなくてスパッサーだったから超いい。はい、あれまだできんの、え、あ、違うよね。あ、これ賢者になれって。だってさ、メタスラの冠、メタスラローブ上、メタスラローブ下、賢者の杖って、これ完全に賢者になりなさいってことでしょ。これ賢者になれって言われてるわ。これ賢者になれって。あ、でも嬉しいかもしんない、賢者になれるの。いや、もうできないね。いや、やるやる。いくよ。24000円分いきます。24000円。いやー、メラゾーマ使えるの嬉しいわ。いくぜ、今度俺。1回目ピョン。なんだ、稲妻の槍か。2回目ピョンピョン。うきた、うーん、微妙。炎流神の兜、ちょっと微妙かな。炎流神の兜、微妙ですね。え、何回目って言ったっけ、これ。2だっけ。うん、あれはないな。5回目。6回目。7回目。カブトいらねえな。8回目。賢者の杖嬉しいな。9回目。10回目。ぴょんぴょん。あれ？もう1回か。いきます。ぴょんぴょん。あー、微妙。炎流神の盾。かっこいい。これなんだっけ？この盾なんか効果あったっけ？こいち。炎流神の盾。炎流神系初めてだな。カゴ。敵全体に炎ブレスダメージ。要は、守った瞬間に炎ブレスするんだって。これは、会心率極み。力中。あ、これいいじゃん。
配信率極みと力強い。バトマス系だ。あ、悪くないな。あ、悪くないわ。おー。うん、悪くないわ。隣彼女ですね。じゃあ行くよ。はい。あ、売れって。もう装備。あ、一日一回、そう、これ一日一回回して、これ。はい、これこれ、緑の。あ、そっか、売れって言われてんだ。忘れてた。装備を売る。あー、3万円分使ってこれか。まあ、悪くないな。悪くないけど、ちょっとやりすぎてんな、俺。ちょっとおふざけが過ぎてるな、これ。3万円ぴったりでやめるから。あ、進化玉1個手に入る。まず、1日1回のこれやって。どのくらい溜まってる？今5万溜まったから進化玉1個武器変える。だから俺ガチャ全然回さないから無課金だから、あれなんだよ。溜まらないんだよ。ぴょん。え？なんだ？バグったね、今。今ちょうど5万ポイント溜まったからやっと進化1個できる。よっしゃ、行くぞ。ルビスの、とにかく大天使の剣が欲しい。大天使の剣。大天使の剣が。大天使の剣が俺の中で一番当たりだから。防具はいいや。防具はね、結構突終わってるからいい。もう、海賊だから500超えてるもん、防御力。よし。ん？なんだこれ。モーニングスターだ。2回目。2回目。あれ？3回目。あれ？ 3 連続で 3？ これはひどいな。4回目。溜まってんのかな？確率が。4回目。ぴょん。ん？クソガチャだな、これ。5回目。5回目。ぶち切れ変わっちゃったの。うん。あれ？ひどいね。星さんが4回も出たよ。ひどい。2日になってたから。6回目。5回目。ぴょんぴょん。くそ。7回目。こい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 。ぴょん。ひどいね、これ。8回目。8回目。ぴょんぴょん。来た！大当たり！ルビスの盾！これは嬉しい！これは嬉しい！大当たり！ルビスの盾！やったー！回復盾！ルビス盾です。これ魔法防御。これ超強い。ナイスナイス。これ超強い。これ超強い。これ大当たり。これ大当たりきた。ルビス盾は大当たり。3からの。はい。ルビス盾大当たり。じゃん。うわ、まただ、外れ。はい、アークワンド。はい、アークワンド出た。ベギラゴン。いらねえから、ベギラゴンとか。ベギラゴンも3個もあっから、うん、ルビスタテでした今回のあたりは、うん、魔法カットのルビスタテは超強いね。よし、最後俺やっていい、うんうん、ラスト3万円分いきます。また買取商人だ。物売れって。装備を売る。ルビスタテは熱いよ。ルビスタテ激熱。ラストいきますよ。じゃあ俺全部やるから、ノンタに全部やってもらう。ノンタ引きがいいから。ノンタが全部大当たり引いてるから。1回目、ラストね。よし、頼むよ、ノンタ。2回目。3回目。4回目。ひどいな。うん。バジャン。
5回目6回目もう日中変わっちゃったからダメだなひどいなこれブーメラン7回目8回目8回目のんたいそろそろ引いて8回目いやひどい9回目これが星5出るかどうかのラストかなぴょーんぴょーんいやひどいラスト1回星5確定だけどいいの引いてよ頼むよ星5は確定してんのこれ次はぴょんぴょんあー B あーなんとも言えねえ魔剣士の剣、剣でした、ね、魔剣士の剣ってジゴスラッシュだよねこれ確かジゴスラッシュだったようなもんような記憶があるんだよジゴスラッシュだとドルモアだあーまあ悪くないな悪くないなドルモアジゴスラッシュか強っあーもう一回引きてーでも6万ジェムは第二ため取っといた方がいいよね、うん、これ取っといた方がいいよねジゴスラッシュまあいいドルモアが強いよねもうやめた方がいいよねもうやめた方がいいよねうん、うんまあ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 悪くないかな盾が手に入ったから盾が手に入ったからまあ悪くないと思ううんとりあえず進化玉でハグメタの剣強化するわいい感じちょっと待ってハグメタの剣を手に入れるモンヤポイント交換武器装備武器進化玉を交換してでこれを進化させようハグメタを装備の進化でハグレメタルが3突3突いきますハグレメタルがハグメタ3突目入りますもう俺ハグメタの剣が一番最初にえどうしたどうした眠い眠いの大丈夫ハグメタの剣を6解除でルビス良かったねルビスが縦下上冠だからあの賢者作れるっていうのがすごいでかい俺賢者パーティーに絶対欲しいと思ってたから賢者ドルモアも メラゾーマも手に入ったからバギクロスと俺あのなんだベキラゴンしか持ってなかったんだよだからかなりそこは嬉しいねん素材不足あこれかおおやったいいね最近長技が出ないサプリンさんいらっしゃい、うん、メタスラがね星3になりました僕はこれであの赤 A が3つついた赤 A3 つは強えなスキルのセットでただねスキルが弱いんだよね水星斬り稲妻烈風山でこれであのあれ暴れ斬りをつけよう暴れ斬りつけます。うん。水星斬り、稲妻烈風山、暴れ斬りの海賊だね。俺は。で、ここ、あれだ、紫 B、激しいおたけび入れようかな。ハゲオタ。ルビスは超当たりだよね。ノンタありがとう。ルビス、イエーイだよ、ほんと。俺ちょっと切り替えてみるわ。装備を変える。ちょっと待って、一回、最強までちょっと押し上げてみるわ。装備を売る装備売ってとりあえずこれいらねえ眠いの、うん、眠いな、うんうん、いやーこれ強いなミラクルシールドとかクソなんだけど本当。ミラクルシールドとか超いらねえ。うん。ジゴスラッシュは赤だから、あ、そっか、暴れ斬りじゃなくてジゴスラッシュ入れればいいのか。そうだ。ジゴスラッシュは赤だわ。そういえば。
お、デイリーランキング7位。いいね。デイリーランキング7位だって。新しいフォロワーさん紹介します。みーさんフォローありがとう。すげえな。いいね。ラッキーセブン。デイリーランキング、すげえな。正月のデイリーランキングが7位って結構すごくない？ほら。あ、ほんとだ。うん。すげえな。じゃあ俺7番目にお年玉もらったんだ。すごいね。すごいね。守護スラッシュ赤だから守護スラッシュ入れてもいいのか。なんかちょっと俺のパーティーにだいぶ変革が訪れるな、そう考えると。うん、守護スラッシュ赤だね。うーん、何、甘えん坊だ、眠いの。一緒に寝る？あっち行ってていい？ん？あっち行ってていい？もうあっちで休みたいの？そう。いいよ、休んだよ。休み中。難しいよ。恥ずかしいか。うん。サプリンフォローありがとう。サプリンさんフォローありがとうございます。いやいやでもね、結局ね、回復盾が1個足りなかったから、回復盾ができたっつうのは相当熱いね、俺の中で。回復プラス魔法無効だったんだよね、確か。魔法無効プラス回復盾だから、これはかなりいいっすよ。かなりいい結果オーライっすね。あ、ゴンドさんありがとう。ちょっと育ててみようかな。預かり所から取り出す盾、ちょっと育ててみるわ。ルビスとかかなり強くなるんじゃないかな。かなり役立つよね。盾系では最強種だもんね、ルビス盾。いや、かなり相当強くなると思う。だし賢者が使えるっていうのは俺の中で相当でかいかな。賢者が使えるっつうのは、装備の進化で回復盾、ルビス盾。ちょっと待って、ルビス盾性能見てみるわ。確か天空盾が何回復だっけ。120回復なんだよね。60を2回だから120回復でしょ。ルビス盾どれくらい回復するんだろう。ルビスの守護 70% 回復。ほうほうほう。で呪文ダメージ2ターン無効化。めちゃめちゃ強いじゃん、ルビス盾。盾最強でしょ、ルビス。え、盾最強じゃない、どう考えても。だってハグメタの盾回復しないもんね。相当強いじゃん。あ、黒さん、どうもどうも。え、普通にルビス盾最強でしょ、これ。めっちゃ強いじゃん。めちゃめちゃ強いじゃん。何これ。盾最強だね、ルビス盾。めちゃめちゃ強いね。めちゃめちゃ強いじゃん、これ。ルビス盾めっちゃ強いね。天空盾持ってたから、え、どうしよう、天空より強いんだ。ルビス盾最強じゃん。主人公に持たせよう、これ。これ主人公でしょ。うん、ほうほうほう、ルビスタっていいわ。イオナズンとか防いでくれる、やばいね。でしょ。で使うのはルビスローブかな。ルビスローブがルビスの恵み、補助呪文のコツ、やば。補助呪文のコツ、スキルゲージ 5% 減、すげえな。ルビスの恵み、呪文発動後 50% で自分の HP を20回復、すげえな。強っ。ルビスローブはデイン系呪文の極意。これいらねえな。っていうか、多分ね、ルビスの冠がめっちゃ強いんだよね、これ。ルビスの秘術、攻撃呪文のコツ。戦闘
開始時に最初に使用する攻撃呪文のダメージを 1.5 倍にする。うん、やば。で、攻撃呪文のコツがスキルゲー、攻撃呪文のスキルゲージ 5% 減。これやべえな。強っ。強っ。めちゃめちゃ強い。ルビスの冠めっちゃ強いじゃん。やば。ルビスの冠強え。幸せの帽子ってこれなんだ。幸せチャージ。あ、どうでもいいや。ルビスのローブ。デザインが可愛いんだよね、ルビスローブ。デイン系呪文のコツか。威力 10%。ギガデインこれで使ったら相当やばいね。ギガデインこれは相当やばいでしょ。ルビスローブ。ルビスの恵み。これだな。発動後で20。これにしよう。ルビスローブ。いや、これ賢者向きでしょ、明らかに。つえー、え、これ相当パーティー強くなんな。装備を変える。え、マジか。え、攻撃魔力下がるの、マジか。身の守りが10下がる、回復魔力が10上がる。え、マジで、え、マジで。うん、メタスラの杖のイノナズンもいい。へえ、イノナズン強いんだ。あ、そんな強くないイメージだわ、イノナズン。へえ、縦が大当たりだったかな。縦大当たりっしょ。縦、うん、がでかいよ。回復魔力が下がるんだ。あー、守備力が桁違いに強いわ。あー、これはいいや。あー、これだいぶ助かる。あー、だいぶ助かるわ。だ、回復魔力は下がるんだな。あー、なるほどね。そうだって。イオナズンそんな強いんだ。なんかメラゾーマがやっぱ最強って感じがするんだよね、俺の中では。メラゾーマ強すぎない？ルビス装備やっぱ安定感あるしいいな。あ、そんな強くないんだ、微妙。あー、マジか。視力回復。
わあ、迷うなこれ。あー違うわ、回復魔力が上がるからこれこっちで、でこれがこっちだ、賢者の杖でかいよね。杖で一番強い、杖でかなり強いよね。賢者の装備見て、賢者の杖見てみっか。ただな、ハグメタの弓を手放すのはちょっと心苦しいな。アークワンドが本当にいらねえ、これ。ベギラゴン3つ。アークワンドってなんかになんだっけ、進化。魔剣士の鶴。大天使のコーンがアークスラッシュ。弱っ。連続呪文のメラゾーマのコンボ最強だよね。でも、ドルモーアと、ドルモーアとメラゾーマの連撃ができるから、俺の場合。そう、魔剣士の剣でドルモーアも手に入ったから、これがかなりでかいと思う。ああ、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。もう、呪文2つ入るわ。攻撃呪文が。いいね、いいね。ドルモーメラゾーマ、ベホイミ、ホイミでいっか。いいじゃん。あ、賢者に切り替えよう。賢者に切り替えよう。強くなったのかな？どうなんだろう。攻撃魔力。攻撃魔力はでも低すぎるな、いくらなんでも。攻撃魔力は低いね。イオナズンとメラゾーマのコンボいいじゃん。全体からのイオナズンからのメラゾーマか、いいじゃん、いいじゃん、悪くないよ。ビューティーサロンでビジュアルイメージ変えよう。バトマスの怒り状態で神魔合流拳のギガブレイク。マジでやばやば、そんな強いの？ 2000？ やばそんな強いの？脳筋でしょ、完全な、完全な脳筋でしょそれ。すげえな。賢者の杖にじゃあぶっこんでみるか。スキルセット、あ、ダメだ、一回取り壊さないと。スキルを取り出す、で魔剣士の剣、魔剣士の剣か、
6回ジゴスラッシュとドルモア、いいじゃん、取り出そう。よし、取り出して、でスキルのセット、賢者の杖、あれ杖って別に攻撃力関係ないからあれだっけ、強化しなくてもいいんだっけ。ドルモア、ドルモア、ベホイミ、ベホイミ、単体攻撃やべえな。キアリク、スカラ、ホイミ、ホイミ D なんだ。ピオラ、ピオラにしようかな。ピオってみようかな。ピオラ入れるか。ピオラ入れよう。で、スキルの強化、ピオラをついに導入しよう。素早さ上げちゃおっかな。おお、明けおめことやろう。明けおめえ。アークアロー。ハグメタの弓としばらくお別れするのはちょっと寂しいよな。ハグメタの弓結構強かったから。メラゾーマを徹底的に鍛えよう。ああ、よかった。呪文の強化玉が余りまくってたから助かるわ。そばうどん食ってないね。今はピオラ入れて素早さ上げるのは主流。あ、そうなんだ。あ、彼女今寝たね。奥だね。彼女もう奥、お眠です。うん、メラゾーマ強いね。いいね、いいよ俺のメラゾーマ、いいよ、いいね、気持ちいいね。うわー、メラゾーマ嬉しいな。20秒か CT。うわー、めっちゃ嬉しい。で、ドルモーアですよ。ドルモーア。いや、なかなかいいじゃん。え、なかなかよくね？ドルモーアメラゾーマ。いや、賢者羨ましかったんだよな。賢者羨ましかったからいいね。さらに強化。ついに我が家にも賢者が来たか。うん、後ろに寝てる準備してんじゃないの。この前、いや、ジーパンが破けちゃったから、ジーパンここ股の部分縫ってたの。うん、賢者の杖全然違う。ドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト、ハリーポッターとか見ねえから俺。押しできた。どうなんだろうな、どうなんだろう。ただ攻撃魔力がさ138しかないんだけど。あ、ありがとう。攻撃魔力138って低すぎるでしょ、いくらなんでも。これ転職したら上がんのかな。こんなに攻撃魔力って低いもんなの。賢者、賢者どこだ。賢者にしたら攻撃魔力188、50も上がったわ。いいね、釈迦は賢者になった。うん、いいね、賢者がパーティーに入りました。はいはい、賢者がパーティーに、釈迦が賢者になりました。え、ゴメちゃんってゴメちゃん持ってたっけ俺。ゴメちゃん、ゴメちゃんいた。ゴメちゃんは攻撃魔力弱、回復、あ、いいじゃん、ゴメちゃん、ゴメちゃんで、オークスの呼び笛いらない。
いいね、ゴメちゃん装備しました。ゴメちゃんと、ルビスの守りなんてあったっけ？即死ガード弱。なんだっけ、賢者のさ、奇跡だ。奇跡。倉庫から引っ張り出そう。取り出す。ゴメちゃんいいね。賢者の奇跡なんか持ってたっけな。賢者の奇跡が4つあるな。ザオラルのコツ。ザオラルのコツ。ザオラルのコツ。攻撃魔力5。ホイミ、HP さん。ホイミだな。これだ。これを取り出そう。ホイミ使いたいから。で、これを装備と。装備を変える。賢者の奇跡。ホイミと HP さん。いいね。お、いいじゃん、いいじゃん。いや、これ相当強いでしょ。おー、いいね、いいね。ちょっと今、戦ってみようかな。ちょっとやってみるわ。戦ってみるわ。どれくらい使えんのか。あっぱれ、狛犬がやってきた。うわー、いいじゃん。いいじゃん。うわ、メラゾーマあるよ、俺の装備に。激アツ。激アツだよ。うわ、エフェクトがかっこいい。やべえ、魔法陣がふーんってなってる。なんだ、最初の攻撃呪文、威力 1.5 倍だから。へっしっていうか、せっかくの賢者の技使いたいのに、なんか眠らされたんだけど。眠らされたんだけど、賢者。ありえねえわ。メラゾーマ使えなかったじゃん。メラゾーマ使いたいんだよ、俺は。冠の効果、そうそうそう。魔法陣がブワーって出てる。めっちゃかっこいい。なんか賢者っぽいよね。賢者エフェクトだよね、これは。やべえ、ボススキルフィニッシュで倒さなかったから、ジェム取れなかったわ。ジェム回収しにもう一回入ろう。まあまあ、ノンタンのおかげでルビス装備が、ね、一式手に入ったから相当いいね、これは。っていうか、ハグメタの剣も強えな。赤スキル3つになった時点で、赤 A スキルが3つになってるから超強い。脳筋だね、完全な。バトマスに変えようかな。バトマスでさ、ハグメタとかめちゃめちゃかっこよくない？もう攻撃する気しかありませんよ、みたいな。ただな、海賊強えんだよな。海賊の、攻撃力でハグメタ剣だから結構安定感あるんだよな。だからあれだよね、アクブレがないともうどうしようもなんないよな。アクブレが手に入ったらもうすげえ強くなる。あ、そっか、アクブレまだ はまらないのか。紫 A がないもんね。ね、そうなんだよ。砲撃もそうなんだけど、船歌が強いんだよね。荒波の船歌がめっちゃ強くて、バフがやっぱパーティー全体にかかるから、結構重宝するんだよね。喜ばれるし。あんがとなーって言われる。パーティーに。ありがとう、ありがとう、あんがとなーって言われる。嬉しいんだよ。よっ、初メラゾーマいきます。強っ、693？ 強っ強っ。ドルモアいきます。ドルモアは337か。690？ あれか、ルビスの冠があるからか。賢者まだレベル66なのに強えな。強っ。
あ、これ賢者いいわ。レベルは賢者は66、スパスタはもう99までしてたんだけど、久々に賢者に戻した感じだね。あの装備が弱すぎて賢者できなかったからスパスタに変えちゃったんだよね途中で。強いよなかなか。あーアークブレイド欲しいな。連続魔法はなんかあのお正月のやつやってるから連続魔法やってないね。だ連続魔法は強いでしょこれ。めちゃめちゃ強いでしょ。あ、そっか、最初にピオラかけるのか。エフェクトがかっこいいんだよね、ルビスの秘術の。めちゃめちゃかっこいい。あ、やっぱピオラ使うと早えな。ピオラ全然ちげえわ。俺今までピオラちょっと毛嫌いしてたんだけど、ピオラありだね。イナプー使おう、イナプー。いや、いいよ。なかなかいいよ。ルビスの剣俺バラしてルビスの光にしちゃってさ、あれなんだよね、ルビスの剣は取っておかなかったんだよね。思い切ってね削っちゃったんだよ俺。もうルビスいいらねっつって。まあ剣はねいろんなのがあるからね、多彩だからね、そんなに困らないんですよ。だから無課金にしては引き強いんだよな俺。パーティー、最初、マモマス、バトマス、賢者から、海賊、バトマス、魔法戦士。あ、回復役いないんだ。海賊、バトマス、魔法戦士だと回復困らない。俺、回復役一人は入れてるから、スパスタ。結構楽になるんだよね。無課金だからさ、結構。でもね、無課金にしては装備いいと思うよ。結構いいと思う。無課金で今600、もう6万ジェムしかないけど、俺は無課金でこんな感じですね。あの魔法戦士の和道で、魔法戦士はね、ジャンプルビスの光、バギクロス、でのんちゃん、これが釈迦、これが賢者になった釈迦。引きいいよね俺で。これが最強の天空の上、天空の下、兜はね、あの、ロトの兜。で、ルビスの盾。で、ハグメタの剣。三突。うん。で、ハグメタの弓も持ってる、刀身の弓も持ってる、大天使の弓も持ってるでしょ？あと何持ってるかな？引き相当強い。武器の引きは相当強いと思う。ハグメタの剣、王者の剣。ハグメタの弓、グレートアックス、メタスラの槍、ドラグンスピア、グレートハンマー、コブドウの爪、日輪コン、ファルコンクロウ、メタルウィング、グラディウス、大天使のハンマー、大天使の、なんて読むんだこれ。コンって読む。コンじゃねえな。なんて読むんだこれ。大天使の、なんかハンマー、大天使の爪、刀身の弓、黄金の爪、炎のブームラン、大天使の弓、大天使のコーン、カイザーアックスが2つ、英雄の槍が3つ、ドラゴンキラー、あ、じゃあゾンビキラーか。で、月の扇。月の扇弱。バスターウィップ。アークアンド賢者の杖。うん。引きは相当いいと思う。いやー、まあまあ、賢者ができたっていうのは、俺の中で相当いいかな。大当たりだね、大当たり。大当たりだよ。
なんかリスナーさんが和道の放送を見れないっていう人がいるね。引きいいね。新しいフォロワーさん、クロックさんフォローありがとう。楽しみだな。結構暑いな。賢者が入ったのは暑いな。今のところ杖最強、ギガデイン入ってルビスの杖だっけ。確かルビスの杖だと思ったよな。ルビスの盾めちゃめちゃ強いよ。だってさ、俺、回復盾持ってんのが、その、最強のさっきの海賊の、あれだった、天空の盾だったの。本当に回復120はでかい。ただ、呪文の時にやっぱりバカーンって食らうから、ついていけなくなってたの、最近の戦いに。だけど、70回復して、呪文無効だもん。最強でしょ。70回復で回復力50下がるかもしんないけど、まあ、呪文を防げるっていうのがでかいよ。最近のさ、ボス、呪文がえげつないから。これはでかい。ロト盾いいじゃん、別に。ロト盾だけど、ちょっと微妙なんだよね。細かいんだよね。ん？ロト盾ってでも回復200じゃなかったっけ？ 50、50、50、50だよね。バトマスはレベル上げきったんで、残りパラと賢者上げきって、また残り最初からやる？あー。ていうか、パラディン微妙じゃない？パラディン。いや、ロト盾は天空盾よりいいでしょ。ロト盾は200回復だよ。でたい、でかいよ。ロト盾は2位でしょ。2位か3位でしょ。今。最強種でしょ。多分天空より強いよ。ロト盾。回復力だって、天空は120だもん。え？ちょっと待って待って待って。ワンタロウ今どこいんの？え、ちょっと待って。ワンタロウ今何？渋谷にいんの？なんでだ？あれ？あいつ帰ってきたの？ワンタロウ。ワンタロウ渋谷にいんだ。回復盾2つ欲しい。攻撃盾2つある。え、攻撃盾って何があるっけ。さっき手に入った炎流神の盾だっけ。なんか回復した瞬間炎をブワーって吐くんだよね、あれは。なんか特殊な盾だよな。なんか防御してんのに攻撃するやつがいるみたいな。刀身か。刀身も攻撃盾なんだ。なるほど。なんか運営刀身シリーズに力入れてるよね。謎にさ、何なんだろう。これで大の剣がとんでもなくいいのが出たら俺はひがむけどね。だから言ったじゃんとか言う。だから言ったじゃん。
3万は久々分回したな。久々爽快感があるな。爽快感がある。刀身の槍いいんだ。へえ。刀陣か。刀陣の槍か。でもさ、ハグメタ錬金でメタル、ハグメタの槍良くない？俺、ハグメタの槍結構ありだなと思ったよ。あれ、パラディンとか、パラディン槍違ったっけ？あれね、結構その、回復役にいいんだよね。あ、今帰ってきた。お帰り、あやか。楽しんでて。俺なんか回復役に槍はありだなとか思ってるけどね。パラディンって槍ダメだったっけ？得意武器じゃなかったっけ？パラディンがね、回復役できたら相当強いよね。ヒッチハイクで帰ってきたんだ。武器とかと組み合わせるといい。うん。俺はでもね、なんかね、最近ね、防御力が上がってきたから、バトマスに戻したいんだよ、正直言うと。やっぱね、バトマス強いんだわ。なんか、脳筋に憧れるじゃん。バトマスの怒りのさ、最近のバトマスの怒りからのさ、なんか必殺技が超やばくて、なんかみんな1000とか1500とか出るから、スカッとするんだよね。でもバトマスがパーティーにいるとクリアするの早いし。魔物マスター微妙だよね。魔物マスターほんと微妙。魔物マスターだってさ、うん、微妙だね、正直。正直微妙。だからバトマスから最初防御力がなかったから海賊に転向して、賢者も武器がなかったからなんだっけスーパースターに変更したんだよ。最上級職は実装されないのかな。32で頑張った。今バトマス神魔合流拳使ってるからよかった。ちょっとやってみようかな。やっていいっすか、ハッチ先生。やっていいっすか、神魔合流拳。ちょっと待って。っていうかさ、これさ、選べるようにしたいよね。ちょっとやってみっか。ハッチの神魔合流拳がいかに強いかやってみるわ。ハッチの神魔合流拳。ハッチがね、探すの大変なんだよね。フレンドハッチ。だハッチのビジュアル目立つから、ビジュアル変えてないよね。ハッチどこだ。使ってみるわ。でもこれでなんか強かったらへこむじゃん。神魔合流拳持ってんだよ、ハッチ。怒り組み合わせるといい。ビジュアル変えてないよね。侍みたいな、北斗の剣じゃなくて、花の刑事みたいな格好してるやつだよね。フレンド。出てこねえな、ハッチ。ハッチがなかなか出てこない。あ、いた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 。神魔合流拳。来た、飛剣ギガブレイク。やるか。はやぶさがいいの？はやぶさのスキルはいいけど、はやぶさの剣、でもね、はやぶさはね、俺らの世代ロマンあるよね。はやぶさの剣、いいよね。わかる。ちょっと待ってね。金スラチョコレート使おう。あれ、金スラチョコレートってないんだっけ？金スラ、金スラ。
金スラチョコレートって存在しないっけ。金スラチョコレートないんだ。じゃあいいや、経験値100アップ。パンプキンパイ、使ってみるわ。あ、やべえ、メタスラダンジョン入っちゃったメタスラダンジョン入っちゃったよこれじゃ強さわかんねえじゃん。秘密のおやつ入れてんだ。回復系。あー、秘密のおやつ結構回復すんだな。メラゾーマ、危険ギガ。あー、間違えてメタキン入っちゃったよ。あー、ギガブレイクかっこいい。ギガブレイクかっこいいな。いいね。エフェクトがかっこいい。ごめん、間違えた、俺メタスラダンジョン入っちゃった。これ強いっしょ。650だもんね。ぶっ飛んでるよな。いいね。いいね。いいね、飛剣ギガブレイクかっこいいな。やっぱ脳筋だね、ハッチは。ハッチやり込んでっかんな。トイレ行ってくるわ。トイレ行ってくる。いや、俺はね、ぶっちゃけた話、天空の剣はあんまり魅力感じてない。なんか、デザインがあんま好きじゃないし、俺ドラクエ4あんまやってないから、ドラクエは5、ドラクエ5と6が一番思い出あるから、ナンバリング的に。4はね、実は一回もクリアしてないんですよ。唯一クリアしてない作品4かな。だからあんま天空剣に興味がないんですよ。トイレ行ってくんね。
あ、ただいま。ただいま。あ、ワン太郎、枠終わった？ワン太郎枠終わったかな？電話してみっか。ワン太郎、ワン太郎。お疲れ様です。お疲れ、明けおめ。あー、明けましておめでとうございます。何お前今こっちいんの？はい。え、どうやって帰ってきたの？あのリスナーさんに乗せてもらって。あ、そうなんだ。はい、そうそう、さっき枠見た渋谷にいたからさ。そうなんですよ、そうなんですよ。え、何もうこのままインド行くの？違います、あのちょっと、うん、普通にプライベートで一旦東京の友達と遊びに、うん、行く予定で帰ってきてたんですよ。はい、はいはいはい。え、何それじゃまた四国に戻るの？違う違う、石川ですよ。石川県全然把握してない。え、石川県どこだっけ？四国じゃないの？石川県金沢、金沢、はい。神奈川？金沢です、はい。金沢ってどこ？石川県の、まあ、
あれですね。上の方とか左の方とかあるだろう、もっと。真ん中っす、真ん中っす。真ん中か。はい。あ、じゃあそんな遠くなかったんだ。あ、そうです、そうです、はい。あ、そうなんだ。はい。え、今から海入んの？え？ね、こっちにどれくらい滞在してんの？うん、今日から4日ぐらいですね、うん、あ、そうなんだ。はい。ほんほん、まあ、暇だったら遊び来いよ。え、いいんすか？いいよ、全然。お、マジですか？うん、わかりました、わかりました。うん、はい。俺も4日まで休みだから。あ、マジっすか？うん。じゃあ、うん、今日はどうですか？今日、今日、うん、何時ぐらい？え、何時頃？今渋谷なんで、うん、1時間以内ぐらい。あ、いいよ、行くと思うんですけど。はい、いいよ。今から来んの？あ、でものんたんさんいいんですよね。いや、別に構わないよ。あ、ほんですか。うん、じゃあ任せる、任せる。ちょっと、じゃあ今からちょっと伺います、うん、はいよ。あの、新年のご挨拶を含めて。はいはいはい。じゃあ今から行きます。はーい、はーい、はい。今から来るって、うん、聞こえてた？今から来るって音入ってるよな。お、広瀬すずさん、バガーありがとう。ありがとうございます。フレンドの鳴り方が分かんないのか。あ、のぞみ、あれか、リスワン狙ってたんだ。リスワン金映えか。あ、すげえな。3ヶ月連続ぐらいでトップ取ってない？金映えすげえな。3ヶ月連続覇者だわ、金映え。やば。金映えすげえな、うん、金映えすげえわ。やるな、金映えさすがだわ。宇多田ヒカルって今いくつなんだ？あ、宇多田ヒカル子供産んだって言ってたよな。今ロンドンで子育てやってるっていうのは。すげえな、宇多田が母ちゃんとか考えられねえよな。宇多田ヒカルが母ちゃんだったら結構ウケるよね。すごいよな。ハッチってもともとミツバチハッチのハッチから来てるんだっけ。ハッチってもともとミツバチハッチから来てんの。
いろいろあるけど今はそう言ってる。いろいろあるんだ。いろいろあるのよく意味わかんない。アゲハさんこんばんは。いっすいっすこんばんは、うん、こんばんは。ワン太郎くんのか、なんかやるか、なんかやろうぜ。ワン太郎と何やろうかな。何やろうかな。ワン太郎と初詣行くか、じゃあ。ワン太郎とノンタンと初詣行こうかな。どこ行こう。寝た寝た、うん、疲れてたみたい。寝たよ。ロハコさん起きてるかな。とりあえずワン太郎来るってことはロハコさんの家に行かないとダメじゃん。そういうことじゃないの。ワン太郎が、ワン太郎が俺に挨拶に来るってことは新年の生贄を捧げるっていう感じじゃないのこれ。うん、ちょっとロハコさん家行くか。
ロハカさんち。ワンタロロハコさんまたコラボしねえかな。それ絶対面白いよね。そうだよね、うん、それ絶対面白いよね。ワンタロロハコさんのまた絡まないかな、うん、絶対面白いよね、うん、ロハコさんの家連れてこうかな。のんたん車出してくれるかな。やっぱ正月だから縁起のいいことやりたいじゃん。ロハコさんに電話してみようか。ロハコさん起きてるかな。ロハコさんに電話するね。そうだね。どれくらい配信者として成長してるかね。寝てるかな。出ないね。寝てるか。寝てるな、多分な。出ないわ。出なかった。ロハコさんお眠だわ。いやー、元旦からね、ロハコさんと姫はじめは絶対神回だよね。いや、惜しいところまで行ってたんだよな。惜しいところまで行ってたよな。一気にレジェンド配信者になるチャンスだったのにな。でもね、みんな言ってるけどね、ワンタロウは伸びるって言ってるね、みんな。ワンタロウは可愛がりたくなるって言ってた。コッペはね、不評。俺もコッペダメだと思ってるけど、ワンタロウはまだ伸びしろあるよ、うん。コッペはね、もうね、育てる気すらもなくなった。ワンタロウは可愛がりがいがあるよね。コメントねえな。これどういうこと今日。なんかもう、ボケてるでしょみんな。大丈夫か今日本当にコメントねえぞ。大丈夫か、星空で引っ張りすぎた。
いや、違う、アクティブ50話ってさ、みんなカーって寝てるでしょ、みんな。なんだ。あ、着いたか。ワンタロ着いた。ワンタロ着いたか。夜中だからピンポン鳴らさないでほしいんだよな。まだか。着いたか。見えねえな。どこだ。開いてるから入ってきて。あ、で、ドア鍵閉めてくんね。うん、あれバイトって何やってたあれ。おいおいおい、よいしょ。お疲れ。あ、開けましょう、おめでとう。開けましょう、おめでとうございます。よろしく。うん、何あれバイトって何やって言えないの。飲食店の。キャバクラ。飲食店であの時間帯働かないだろう。キャバ言えないの。言えないですね。あ、言えないんだ。はい、申し訳ないですけど。いや全然いいよ。どうも。え、ていうか枠開けば。枠。おう。え、え、いいっす。いらない。はい。おこっちで。あ、ワンタロからいらっしゃい。そう、よかった。すいませんね、深夜に。あ、全然いいよ。あ、そっちで見てたんですね。そうそうそう、俺は大体こっち側で監視してるから。はいはい、なるほど。いやー、新年早々、ああ渋谷のハチ公前で人いないでしょ。いなかったんですよ、東京。はい。あれどこだっけ、生まれ。生まれは北海道です。北海道だけど、まあ、ずっと福島そうですね。田舎もです、はい、はいはいはい。あの東京みんな田舎に行くからいないんだよ。ああ。新宿も誰もいないよ。渋谷もガラガラ。ガラガラでしたもん。びっくりしました。びっくりするよね。年始だけなんだよ。あそこだけでしたね。なんかあの昼間だけでしたね。初売りとか。はい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 。その時だけ。うんうんうん。いや今日、うん、あの元旦ヒッチハイクって銘打って。うん、なんか荒れてたね。ちょっと何で荒れてたの。あれ、いや、ただ単に、うん、その元旦にヒッチハイクするって言って、うん、なかなか使わなくて、うん、こうリスナーの車を使ったんですけど、もともとリスナーの、うん、リスナー車乗っちゃダメっていうルールのもとでやってて、うん、で途中でバレて、うん、で、え、なに、嘘ついたの。嘘ついたの。くせえだな、お前。で、それで、どうすんだみたいな。お前どうしてくれんだみたいな。はいはいはい。で、名古屋までついてたんですよ。うん。え、どうしようみたいな。名古屋までついてた。石川から名古屋まで行って、で、名古屋から東京行こうとしてたんですよ。はいはいはい。で、まあ、よく、海落ちみたいな。うん。俺も使わせてもらってて。うん。で、海行けばいいと思ってたら、なんかリスナーがなんかちょっと動きがおかしくて、ちょっと、これは海行っちゃいかんぞみたいな。海じゃ許されないみたいな。石川戻れって言われてますよ。で、悩んだ挙句配信切って。石川戻れって言ったの、はい、リスナーが。4時間ぐらいかかってんですよ。そこまで着くのに。で、石川戻れっていうことで、で、俺もちょっと、
配信減らっちゃって減らるだ。で石川戻るっていうテロップで一回配信切ったんですよ、うん、で次の枠開けて4時間後ぐらいにもう東京に新幹線で行っててでも やっぱりまた荒れちゃってでまあなんとかこうリスナーさんと話し合って、うん、なんとか火消しじゃないですけどまとまってじゃあ最後渋谷のハチ公前でまあ上半身裸でソーラン節踊ったらまあそれ踊ったの踊りました。踊り切りました、はい、タイムシフト見ていい？あいいですそんなに渋谷の原、はい、何どこでハチ公前でソーラン節やったのにあのアクティブだったのお前？そうです。すげえないやでももう、はい、もう閲覧見なかったです、はい、あそう大変だね配信しちゃって。そうですね。どれだ渋谷のソーラン節そんなに体張ったのにあのアクティブなの？そんなに今配信って辛いの？いやそんなそんなそんなこと言わないでくださいマジで配信ってそんな冷たい感じなの今？いや、ちょっと待って、和道さんが言った通り、ワン太郎のツイッターが出てこないんだけど、ワン太郎、あった、うん、いや辛いですね。どれ？これ？そうです。これ？もう閉じてます。これか。はい。で、それ中盤ぐらいから。中盤ぐらい。ちょっと待って。ああ、ハチ公前だね。で、まあ、服着たままやってると、はい、結構ソーラン節うまいな腹立つな。ソーラン節結構うまいなそうなんです。腹立つな。で周りもなんか続々ギャラリーがこう集まってる。エンジン組むぐらいの周りはね。へえ、この後ろ、はい、おソーラン節うまいなお前、うん、で脱ぎ始めて捕まればよかったのにうまいなお前ソーラン節キレあるなお前の。で、そしたら、救急車とか3台ぐらい、うわー来て、あ、俺終わったなーとか思ってたら、そのまま通り過ぎちゃって。で、結局、締めに、変な外国人に絡まれて、なんて言われた？ソーラン！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 じゃあ、今年もよろしくお願いしますみたいな感じで、で、締めました。へぇー。それで終わりました。え、それで何？リスナー OK なの？はい。そこの時点は。なんだかよくわかんないよね、それ。そうだ。お前、ていうか、ちょいちょい嘘つくよね、リスナーに。そうですね。嘘つくの良くないですね。本当にリスナー騙すよね。いや、そこが、ダメなんですね。なるほどね。うん、そう。え、なに？バイトは来、今年も続けんの？今年も続けます。今年の4月？ 4 月ですね。がっつりだな。はい。あ、3月いっぱいだったんですけど、俺、家主さんに車借りてて。ああ、乗ってたね。はい。俺、あの、トラックに、あの、自分から突っ込んじゃって、は？あの、お釜掘っちゃったんですよ。バカじゃないの？停車中に。は？はい。え、それ、保険とか大丈夫？で、保険入ってなくて。それ、え、何？ネタじゃなくてガチで？ガチでやりました。ほう。で、ほう。で、結構ゆっくりなスピードで突っ込んだから、トラックが気づかないでそのままどっか行っちゃったんですよ。ほう。あ、じゃあ、自爆みたいな感じ？そうです。自損事故みたいな扱いに警察に連絡して。ほうほうほう。で、速攻その家主さんに連絡して、うん、家主さんの知り合いとかに協力してもらって、その修理費が10万ぐらいで済むっていう。おお、よかったぞ。はい。で、まあ、10万で済んだらよっぽどいいよ。俺、見ます？お前、はい、のりこ姉さんに新年の挨拶したの？いや、いいんすか？のりこ姉さん、激おこだよ、もう。挨拶ねえぞみたいな感じになってるけど、大丈夫？いや、のりこ姉さん、激おこだよ。のんたんさん、ちょっと、いや、ほんと、はじめましたね。いや、俺、ちょっと怖くて。ちょっと待って、待って、待って。ちょっと、のりこ姉さん起こしてさ、ちょっと、挨拶した方がいいんじゃないの？ほら。挨拶ねえな、みたいな咳込み方してるでしょ。のりこ姉さんに挨拶した方がいいんじゃないのこれ。ほら。あ、じゃあ、はじめまして。あ、ちょっと、それ、はじめまして。
はい、あの万太郎と申します。はい、あのすみません、和藤さんにお世話になったと思うんですけど、はい、あのすみません、夜分遅くに、はい、明けましておめでとうございます。あの七福神の壺を壊した件についてはマジでビビってました。すみません、万太郎つまんないから戻ってきて。はい、万太郎面白くないから戻ってきて。あの、まず配信って難しいですね。配信難しいよ、舐めてる。いやでもあの、ハトさんの一件からね、っていうか、はい、いや、まあ、何年目だっけ。でも1年目1年目1年終わって2年目に突入ですね。あー、はい、辛い。2年目に突入か。はい、まあ、そんなもんでしょ。そんなもんだよ。いや、あそこはね、食い気味でしゃぶられるところだと思うけどね。いや、俺、うん、だから結局は俺は配信者じゃないですよ。ちょっとあ、俺これが趣味かみたいなって思いました。ぶっちゃけ先月いくら稼げた？ちょっと待って、音切るのよ。いくら稼げた？ふわっちょ8万5000円ですよ。おー、まあ1年目で1ヶ月8万5000円はいいだろう、はい、相当いいだろう。はい、8万5000円です、はい、うーん。一応今インド行くための資金っていうことで、あ、募ってるんでっていう体でしょ。お釈迦様の首も折ったの、お前。あ、はい。お前やらかしすぎでしょ、ほんと。人の家に世話になってるって。なんか酒のさ、高いやつもコルクポキって折ってさ、俺見逃さない。俺びっくりしましたよ、俺、マジで。お前が、うん、冷や汗出そうな顔したの、俺見逃さなかった。俺はぶっちゃけ、分かってたの、バーやってたから、はい、古いコルクは絶対折れるから、はい、あれ、瓶を逆さにしたりして、湿らせて、ゆっくり回しながら抜くんだよ、ワインとかって。だけど、お前がギュッ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 やってるから、あ、もう絶対行くわ、これ、と思って。そう、そしたらこいつそのままなんかコトンとか言って後ろに寄り始めて、なんか5分ぐらい平然とトークやってんの。でーとか言って、いやちょっと待てと、お前絶対コルク折ったろって折ってないとか言って、うん、お釈迦様海に捨てたの、お前。捨てましたね。バチ当たりだな、ほんと。俺あの、鮫島さんと和藤さんが海行く前に、うん、海行ってますからね。そう、あのね、違う、なんかね、あのね、たまにね、俺の方が先にやってる、確認じゃないやつやってるやついっぱいいるんだけど、いっぱいいるんだけど、ぶっちゃけた話、先にやってるから何なのっていう。別にお前、お前の配信パクってないし、俺がっていう。フリーの定番ですからね。そうそうそう。な、それを俺にアピられたの知らねえよって感じだよ。インドは何月に行くの？インドは一応6月か5月ですかね。そのちょっと伸びたんで、あのその追突のお金はいらないから、うん、ほうほうほう。まあ矢部さん今意外とお金持ちで、いやまあ部屋見たらわかるわ。あれは金持ちだよ。金持ちなんで、その金を渡したところで そこで住む話じゃないと。あ、まあまあまあ、はい、まあそうだよ、まあ、まあ可愛がられてんだろうな。そうですね、可愛がってもらってて、まあだからなんていうんですかね、ちゃんとまあただ働きじゃないですけど、うん、まあちょっとそういう手伝いで、ちゃんと働いてるもんね。はい、ツイッターとか見てたらね。そうなんです、うん、何、月いくらの契約でやってんのあれ。20万っす。まあ悪くないじゃん。そうなんです、家賃ね、全部光熱費とかも出してくれて、はい、要は1ヶ月ちゃんと働いたら20万を渡すよってことでしょ。そうです、そうです。めちゃめちゃいいじゃん、はい、すごい待遇いいから、うん、まあそれやったら行きたいな。インドまでいくら貯めんの？50万。だから結構すぐ貯まる。貯まるじゃん。はい。まあちょっと60万ぐらい欲しいかなみたいな。旅費だけでいくらかかんの？飛行機代とか。飛行機代は10万っす。そうっす。え、何お前さ、はい、飛行機代、往復で10万でしょ？片道っす。ってことは、20万でどれくらい滞在する？半年で。半年か。はい。でもさ、インドって物価安いじゃん。はい。お前結構5。何そう。インドで、とりあえずもう、半年間ずーっともう、インド中を巡ろうと思ってて。はい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 。はい、
配信を回して、配信も回せるんだったら、もう回せる環境だったら回しますよ。ちょっとね、それで配信回せなかったら、お前一つ配信の Wi-Fi が借りれなかったら、ただインドに行って半年間ブラーってインドを巡って、うん、で半年後に幕開いて、いやインド最高でしたよって言うつもりなの、お前。いや正直あの見えてんのは俺忘れ去られんだろうなってでもそれでもインド行きたいんですよ。ああ、うん、本気で行きたいんだ。本気で行きたい。俺どうなの。でも配信でさ、インド行く金を募っておいて、そうそう、インドで配信できないかもしれませんってさ、クズ野郎でしょ本当に。でもそれは言ってるんですよ俺。それぐらいあのどちらかというとインド行きたい人なんですよ配信より配信より配信しながら結局インドのために配信してますっていう、はい、スタンスなんで。え、なんでインド行きたいんだっけ。お前も言ったけど、なんかお前なんか入ってこないんだよお前のメッセージ。あー、はい、俺なんとなく行きたいんだけど。お前ちょっと腕上げたじゃねえか。今の面白かった。今の間良かったな。間だけで、間だけ、間だけ、いや間が全てだから。間が良かったよ。そう、なんとなく行きたい。めっちゃ潜ってますかね配信。俺の、いや俺ずっと見てっから本当に。コメント打てばいいじゃん。恥ずかしい、恥ずかしい、やっぱ悔しい、くそーみたいな。何が？くそー、ここでコメントしたら、うん、みたいな。あるけど、でも違うんだよ俺ね、昔から隠れ配信者のなんかリスナーさんめっちゃ多いのよ。めっちゃ多いんだけど、うん、なんかそのずっとロムってるくせに、あいつらは和道が好きとか言わないんだよ。わかる？そう、俺和道が好きっていうのが、その負けじゃないけど、なんかアンチを呼び込みそうみたいな感じでみんな敬遠するんだけど、めちゃめちゃ多いの。リアドツとかするとそこそこ閲覧持ってるやつに、いやめっちゃ見てますみたいな、いやめっちゃ見てますじゃねえよとか思って、なんならお前の枠で多少俺のことディスってるだろうとか思って、クソ腹立つよ。見てんだよね。なんなんだろうね。結構見てるんだよね、ロム線が多い。舐められてるんじゃないですか。舐められてるっていうか、なんだろうね、なんかその最近の若い子って好きっていうのがかっこ悪いみたいなのあるじゃん。あー、わかる。なんかある、なんかちょっと松本人志とかそういうタイプですよね。なんか何好きとか言わないでね。松本人志、いやまあまあまあそれはいいですよ。全然響かないから。松本人志ってそういうタイプ。いやなんかそのなんつうの、俺らの世代にそういうのないんだよ。好きなものは好きだし、嫌いなものは嫌いなんだけど、その配信の影響か何なのか分かんないんだけど、最近の子ってディスるのがかっこいいとか否定するのがかっこいいって勝手に思い込んでるじゃん、うん、それがね、その文化が なんか分かんないんだよね、うん。まあ、確かに和道さんは、うん、好きって言いづらいんだろうね、うん、多分ね。でもちょっと違うじゃないですか他の人と配信スタイル。例えば閲覧どうこうじゃなくて、このいかに賛同者を集めるかっていう、なんか配信に見えるんですよ俺は。あ、まあ、沸かすときは沸かすけどみたいな。酒飲むか、語る時間あんの。俺は全然あります。時間あんの、はい、酒飲めんすね俺。めちゃめちゃ強いよ。え、飲めんすか。俺全然知らなかったんですよ。酒やめてるだけで飲んでないだけで。飲んでいいんすか。飲もうかな、どうしよう。飲んだら酒飲んでいい、うん、じゃあ俺買ってきますよ。うん、じゃあ買って、あ、俺いいっすよ、買ってきます。どこにあるんですか。近くにありますか。ある。近く。いや、あんた何買ってきたの。いやいや、買ってきた。今俺の全財産だからこれ。お骨だな。お骨でしょ。いくらぐらいあればいいんだろう。いや、後でね、いいっすよ。ちょっと待って。何飲もうかな。何飲もう。ビール。ビール。ちょっと待って。あ、いいや、ラムあるから。あ、ここにあるんですか。俺、あ、でもそんな量ないけど、俺、コーラ買ってきてよ、ペットボトル。あ、わかりました。俺、ペットボトルでコーラ買ってきて。はい。飲んだらなんか飲み物欲しいのある。大丈夫、コーラ、一緒にコーラ。2リットルの買ってきて。あ、でかい、はい、1.5 ね。1.5 ね。しまって。
嬉しいな、まさか酒飲めるとは思ってなかったな。いや、さっきこれで自分の分とかってきて、わかりました。コーラ 1.5 でいいや。はい、うん、あの、そこの道のさ、はい、ワン太郎寝てないんだ。ああ、ワン太郎寝てないの。キューバリブレっていうの。いやー、お釈迦様に砂詰めるとか意味わかんないよね。ワン太郎でも愛されてるよね。ワン太郎はすげえ愛されてると思う。あ、明けましておめでとう、美穂ちゃん。ことよろ。明けましておめでとう。ワン太郎ソーラン節すげえな。潰してみたいワン太郎。昨日忘年会終わって初詣行ってヒッチハイクからの炎上でずっと寝てない。あー、そういうことか、うん、あ、夜中から寝てないんだ、うん。なるほど。潰れる可能性あんな。でもさ、配信始めて1年目でさ8万稼いでるってすごいよね。ベロベロになんの。ベロベロになったら外に捨てようぜ。捨てよ。月って何。あ、月8万だって。そう、先月8万稼いだんだって。なかなかすごくない。俺配信始めて1年目なんか全然食えてなかったけどね。結構すごいと思う。恵まれてるよね。すごいよね。なかなかすごいよ。ワンちゃんは小敷の才能に恵まれたプロの人たらし。あのね、配信者は人たらしじゃない、ダメ。あの、可愛がられてなんぼだから。間違いないよ。音変えていいかな。なんか、マイクの性能があんま良くないよね。ああ。マイクがなんかぼやけてる気がする。まあ、こんなもんか。こんなもんかな。声は聞こえてる？拾えてる？ちゃんと。
白ひげさんっていう人が誰だかわかんないな。白ひげさんっていう人を初めて聞いたな。あー、白ひげは世界を救う。この人はちょっと待って、マンスリーで260だから200万は稼いでるね。この白ひげは世界を救うっていう人は間違いなく200万は稼いでる。父が年内命ないと和道さんに相談しましたが意識が回復。おー、おめでとう。マジで？え、何？死ななくなったってこと？寿命が伸びたってこと？すごいね。あ、よかったよかった。あ、よかったじゃん。すごいね。奇跡起こった。ね、会話できるの？うわー、よかったじゃん。ねえ、命は戻ってこないからね。よかったよかった、みほちゃん。めでたいね。すごいね、奇跡だね。奇跡だよ。すごいすごい。素晴らしい。よかったよかった。会話がバンバンできんの。でもあれじゃん、臨死体験とか聞いてみるといいよ。結構死んだ人のね体験は面白い体験いっぱいあるから。聞いてみるといいよ。すごい経験だね、それは。なかなかお父さん生き返らないよ。意識ないところからよかったじゃん。めでたいね。じゃあ、ワン太郎と配信論語り尽くすか。ワンちゃんと。若手配信者とちょっと語り尽くそう。てかワン太郎枠開けばいいのにね。そう思わない？ワン太郎かわいいよな。ワン太郎っていくつだっけ？ 24 とか 25? どれくらいだっけ？ねえ、すごいよね。8万は結構すごいよ。いい時代だよな、本当に。うらやましいよ。いい時代だと思うよ。いいよな。羨ましいな。今年24か、若いな。早生まれか。あ、帰ってきた。はい。
ポンタも飲むの？あ、飲むんすね。いや、最近ハマってんだよね。あ、そうなんすか。初任給の手取り9万5千円だよね、そういうもんだよね。稼ぎすぎだよ、あんた。初任給？昔はそんなもんだよ。そんなもんなの。これ、あの、見つけます。ありがとう。なんか食べ配信中食わないですよね、多分。俺はあんま食わないな。お母さん、よかったな。 ありがとうございます。はい、ありがとう。あ、コック、コックね、それくらいかな。こんな食わんもいいんですか。いやぜひぜひ。はい、いつも配信楽しく見させてもらってるので悪いね。ちょっとシェアしよう。枠開けばいいじゃん。開かないです。なんで？はい、のんたん。あ、いただきます。ケビー。あ、じゃあ俺も乾杯っすか。はい、乾杯。これでやってください。え？あれが。ああ。あれが聞きたい。あんたたち行くわよ。あ、失敗した。ケビー。ケビー、お疲れ様です。失敗した。おめでとうございます。はい、ケビー。ケビー、うわ嬉しいな。和道さんと酒飲めんのクソ嬉しい。久々酒飲んだわ。余ったりいいな。何年ぶり？何年、いやいや4ヶ月5ヶ月ぐらい。結構やめてたんすよ。いや、なんかさ、酒飲んでもいいこと一つもないなと思って。あ、悪いことあったんですか？そんな、すごい。いや、そうなんだよ。なんその頭痛くなるし、高いし、はいはい、別に酒飲まなくても面白いから、人生。そうですね。確かに、いろいろと面倒なことは起きますよ。でしょ？うん。車も乗れなくなるし。車免許持ってないもん、俺。あ、そうなんですか？うん、持ってない。俺いろいろとちょっと聞きたいことがあって、配信見てて。あ、いいじゃんいいじゃん、何でもいいよ。和道さん、あの、うん、飲み物も飲まないじゃないですか、そこまで配信やるときって。めちゃめちゃコーヒー飲むよ俺。え？めちゃめちゃコーヒー飲むよ。じゃあなんか、まあ、食い物は食わないなっていうのを見てたの。食い物あんま食うのよ。それってなんか咀嚼音が聞こえちゃうから。そう、やっぱそのこっちに対して失礼だからっていうのが強いのかな。違う、まず、はい、そう育ちが多分いいんだよ、その辺の配信で。自分で言うの。いや俺育ちいいよ。そうなんですか。めちゃめちゃいい。あのね、まず食ってるところを人に見せるっていう行為自体が恥ずかしいんだよ。えっていう感覚ないでしょ。ないですないです。よくわかんないでしょ。全然わかんない。これ多分ね、育ちのいい家庭だったらわかるはずなんだよ。そう、人に食ってるところを見せるって結構恥だよね。わかる感覚。わからん。わかる。その食ってる時に喋るっていうのはもってのほかなんだよ、特に。わかんないかな。え、でも浅野さんの時食ってましたよ。浅野さん、あれ、浅井さん、浅井さんの時、うん、すき家の飯。あ、まあまあそれは食うけど、うんうん、いや別にそのなんつうの、極力見せたくないだけであって、別にやる分には構わないと思ってるの。でもね、なんかね、浅ましいっていうか、食ってるものを人に見せようっていう行為が浅ましく。あ、そう。嘘でしょ。嘘でしょ。マジで。俺セックス見られるより嫌だもん、食ってるところって。マジで。逆にセックスは別に俺は見せても構わんぐらいだもん。どんだけ堂々と。でもそれに近い感覚だと思う。俺セックス自信あるから。見られても。見られてもじゃなくて、うまい自信があるから。いや、マジで。いや、すげえ。マジで。無理だ、俺そんな自信持って言えねえわ。俺ある。っていうか、多分、配信で一番セックスうまいの俺だと思う。それくらいある。で、なんでかっていうと、うん、普通ね、普通、そのセックス自慢みたいな枠ってやるじゃん。やりますね、俺すげえみたいな。はいはい、
でも大体女の人ドン引きするじゃん、うん、うわみたいな感じになるじゃん、うん、違うの俺の、ね、俺もともとニコ生でやってた時に企画を持ってて、うん、和道高光のイカ臭い話っていうコーナーがあったの、うん、それはもう女性からすごかったの。いや和道は絶対うまいっていうのと、うん、その女性からの支持がすごかった。例えば何なんですか。例えばだから、うん、セックス男のセックスの会話ってさ、そう俺がいかにそう俺の手間めっちゃ早いよとかさ、あなんつうの速さとか、はい、その力強さとか、はい、なんか体位がどうとか、いやテクニカルなのよ、はい、でも女性が求めてるセックスってそうじゃないの。すごいその官能的というかそのセックスってここでするもんだから、脳でするもんだから、で要は脳をいかに開くかって話したの。空間作りと環境作りなんだよ。でテクニックってそんなにいらないのよ。いるんだけどテクニックっているんだけど、うん、喉は起きてるよ全然。いやマジでマジで女性和道は絶対うまいっていう。俺多分ワン太郎にチンコ触らないで服の上から触ったら俺絶対勃起させられるもん。絶対勃起するよ。マジっすか。マジで絶対勃起するよ。できます。でやるの。俺自信あるよマジで。これっていやちょっと取っときますわ。いやなんかいやまだ酒飲み始めだからあれだけど、そうだな、100% 勃起するよ。 100% 勃起するよ。いや俺ロハコさん触れてもあれじゃんね。そんなに。えでもまあ雰囲気でエロくできるみたいな。いや俺もそんなこと言ったら、いやわコアッパですけど、いや俺もいやそんなこと言ったらできますよ。こう脳を開かせるかどうかわかんないですけど、俺は電気消しますよ。いや電気消すか消さないかの話じゃないから。あ違うんすか。違うから。あ違うんすか。全然違う。あ電気消すか消さないじゃん。電気のスイッチの話は視覚的要素を全部一回。だからそれが男の目線なの。要は、はあ、男ってこれね名言だよ、はあ、男の人って絵でオナニーすんの。要は女の人の裸であったりとか、はあ、絵的なもので興奮するでしょ、はあ、女って違うの。女って官能小説とかでオナニーすんの。だから感動できんの？感動小説を買うのって女性なんだよあれ。あれ男向けじゃないんだ。じゃないんだよ。男で感動小説読んでる見たことないでしょ。あれ女性向けなんだよ。主婦向けなの。ライトノベルとかだから売れんだよ。スポニチとかあのエロいとこのよく右上ぐらいに載ってる。そうそうそう。あれは女性向けに。いやそういうわけじゃないよ。それは要は観念的なのセックスが。はあ、だからあれですね、自信家ですね和道さん。いやいやセックスだけよ。ちょっと待ってよ。いやムカつくわ。なんか男側としてはムカつくわ。俺だって本当に行ったことない人が行くもん。いるんだよ結構。私行ったことないって思う人がいっぱいいるの。何回もね聞いたことある俺の話。いや行ったことないよっていう女の子は。で行かせらんないでしょそういう子って。もう手でも腰でも行かせたことない、うん、でしょ、うん、あれどうやったら行かせられるかっていうのを課題点ですよね。ワン太郎くんっていう配信者です。ふわっち配信者です。でしょ。えじゃあ究極、うん、なんか和道のフィナーレ配信は FC2 アダルトでもいいっていうことですか。いやだから俺はパートナーが OK だっつったら別にセックスさらせるもん。パートナーの問題なのよ。全然できるできる全然できる。ヨンタンさんが OK 出したらもう全然ゴーサイン出したらだからそこにやる意義があるかないかよ。別に全然できるよ。なんか俺これ本気で言ってんのに人生で一回 AV 撮りたいっつってんの。若いやつらに正しいセックスを教えてあげたいって言ってんの。でも AV 業界を変えたいの俺は。全部間違ってる。全然違う。全部間違ってるの。配信から AV 界を変えるんですか。うん。いや AV 撮れるんだったらほら俺もともと映画監督とかもやりたくて映像好きだから。あなんか聞いたなそうだよ。
全然やりたい。まあ、今女性監督とかいますからね、AV 監督でも。女性監督はいい、正直言うと。俺見たんですけど、ちょっとなんかくどくどしてる感じが俺はまだ。だから違うんだよ。そこなんですか。そこなんだよ。要はその、うん、じゃあ今まで一番すごかったセックス語ってよ。どんなセックスだったか。あ、俺ですか。うん。今までで一番すごいよかったセックスは、うん、二段ベッドがあるんですけど。二段ベッド。おう、いいね。いいよ。で二段あの上の方で。いいね。あの俺、うん、あの首絞めんのめっちゃ好きなんですよ。いや俺初めて言うんですけど、で首絞めながら、ワン太郎、はい、続けたまえ。首絞めながら二段ベッドから落とそうとしてのこう正常位で、それさ、お前が気持ちいい話だ。え、そういうことじゃないですか。いや、まあいいんだけど、いいんだけど、うん、まあいいや。うん、で、うん、まあ二段ベッドの上から女の子の首絞めて落とそうとすると。落とそうとしながら正常位でガン腰振ったっていうのが、なんか自分の中で一番、なんかすごいセックスだなって思いました。ああ、まあまあでも悪くないな。悪くないですか？悪くない。あのね、うん、それはね、女の子的に言うと、はい、そんなにいい、うん、悪くないセックスだよ。それはね、結構俺は意外とやるじゃんっていう。ワンタロウ意外とやるじゃんっていう。それはね、女の子的にもね、うん、結構。絶対褒められてる。多分ね、このリスナーさんで女性の中でもありじゃんワンタロウっていうのは絶対いる。あ、本当ですか。ぶっちゃけ女の子でありじゃんって思ったの。この中で。結構いるはず。これはね、女性的にはありだよ。うん、なんで女の気持ちまでわかる。俺乙女だから、基本。二段ベッドの人に弟さんがいたらパーフェクトだよね。100点だよね。いないでしょ。いないいない。ダメだわ。ねえ、そうなんだよね。え、なんで？ちょ、逆に聞くけどなんかあるんすか？いや、そんな振るぐらいだからあるっていうことあるんすか？いや、いっぱいあるよ。だから俺から言わせたら、だからどの引き出し開けるのっていう話だから。女性がすごい感動したような女性側からなんかもうすごい良かったってこうレスポンスがもらえた時のセックスの話聞きたいですね。だから宇宙に行った話だよね。もう何回か宇宙旅行に行ってるから俺は。は？は？いやもう。はですよ。いやだからはでしょ。いや宇宙旅行はですよ。宇宙旅行だから、うん、コスモを周回してくるから俺は。ちゃんと言ってちゃんと言ってください。いや本当に本当に。え、違う全然わかんないから。いやだからそのね、だからその行くって代表的には3つあるの、女の子って。え、3つなんですか。だからもうその時点で。いや俺知らんでしょ。え、ちょ、え、それは聞きたい普通に。うん、あるよね。さ、マジかよ。一般教養としてよこれは。え、俺の論じゃなくて、その3段階あるけど俺は7段階あるっつってんの。だから7個目に行くと心臓止まるよっつってんの俺は。俺は7段階のセックスをしてるけど7段階目はお前死ぬよっていいのってそういう話だから。どえ 7段階中 何段階までいった。俺はどこでも連れてくことができるんだけど、だからお前死にたいのって話だから。そこまで来ると、うん、ちょ待てよ、7段階ちょ待てよ。だから6段階目までは現世で楽しめるけどね。言い方腹立つな。クソ言い方腹立つマジで。6番目がだから宇宙だから、7段目はあの世だから。マジで意味わかんねえ、全然ついていけねえよ。でしょ。すげえ、ちなみにですよ、なんかのんたんはどこまで連れてったんですか。のんたんは2だね。え、まだ 2? のんたん2だね。あんだけ好き好き言ってん 2? 2だよ。選ばせて 2?選ばせてっていうか、俺がまだ探ってる部分あるから。そしたらだよ、俺のセックスって面白いんだけど、相手の、その、相手のステージで上げていく作業だと思ってるから、ゆっくり開くの。だから俺のセックスって飽きが来るんじゃなくて、次、もっと良くなるから。これ本当だ、聞いてみ。俺、これ、そういうタイプなの、俺。1ヶ月目より3ヶ月目の方がセックス気持ちいいタイプなの。ちょ、聞いてみ。のんたんさん。はい。今聞いてました。はい。本当に
和道さんって進化し続けるんですか、セックスが。ほら、ほらな、ほらな。これマジだから、あの台本ないから、マジで振りとかじゃないから。クソムカついてきた。で今2段階目だから。2段階目でそれを言わせるっていうの。今2段階。1ヶ月前にぐらいにちょうどあの1段階ステージ1が終わったところだから。ステージ1が終わったところだから。今ステージ2を掘り下げてる。登山みたいな、その高山病なんないみたいな。そう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 。鳴らしてんのね。お前なんかあれだな、今日キレッキレだな。いや、ほんとですか。ありがとうございます。言っても。いや、でもそうなんだ。あ、でもそれは多分俗にあの開発するっていう言葉と似てるんですか。あの男が女の人を開発するっていう、うん、それとは別なんですか。そうだよ。開発するでいいんだよね。そうだよ。うん。だからどこにビル建てるかって話だよ。どこにビル建てて、ね、どこを商業施設にして、でどうやってこう市民の動線を混雑しないアクセスと、最終的にでも殺すんですよ。7段階目で。じゃあ殺してって言われるから。市民が俺が殺すわけじゃない。市民がモルトメですか。市民はそう。頭おかしい。死にたいって言わせるから。そうだよ。この人マインドコントロールうまいから。うん、あれ、万太郎やったっけ、あの俺が気候を使えるってやつ。いや、知らないけど、あの配信でちょっと見たのは、うん、手が熱くなるよっていう、あそこの話しか知らない。うん、マジで、あのこれね、みんなに言ってるの、多分ふわっちでやったこと一回もないんだけど、俺、気候を使えるんだよ。お前のこと触れないで倒すことができるってやつ、やったことないっけ。ないない。信じる、信じない。気候、世の中にあると思う。いや、俺はお前さ、お前の人生で貴公子に会ったことないでしょ、うん、本物の。本物貴公子はないけど、気を信じるやつは、何人かいたけど、うん、まあ、本当かみたいな。だ痛いやつだと思ってるでしょ、オカルト、ね、オカルト野郎と。ちょっとね。うん、え、本当に、いや、本当本当。いや、違う、別にそういう配信的なあれじゃなくていいから、うん、全然。いや、ぶっちゃけ信じる。いや、経験してないから信じない。信じない。じゃあ世の中にあるテレビとかの気候とか、気候そのものが嘘っていうか、もうオカルトだと思ってるでしょ。まあやらせだなって思ってますよ。お前じゃあ今日気候やる？いいっすよ。いや、そこまで言って、いやいや正直、いやもうね、ぶっちゃけないってでしょ、うん、ないって、うん、だから俺の話が全部嘘に聞こえんのよ、うん、要はリスナーは、うん、そういうのはないって言ってんだけど、やってみたい、見たい人いる？気候信じてる？みんな信じてるか信じてないか書いてよ。で、ワンタロウ信じてないわけだから、実際ワンタロウが倒れたらワンタロウのリアクションでわかるわけじゃん。俺はマジで、でもいいよ。え、ガチでいいですか。俺多分酒入ったら結構普通に素なんで。いいよいいよ、うん、いいよ。え、信じる？みんな気候信じるか信じないか書いて。これ気になりますよね。ちなみにノートは魔法使えるからね。いや、マジの話。気じゃなくて魔法なんです。魔法、ノートは魔法使いだから。やってみる？まあ、信じてるか信じてないか書いてよ。うん、信じてん。やってみる？じゃあ。何するんですか？だからお前に触れないで、お前のこと倒すんだって。立てやんよ。うん、ちょっと待って、準備するわ。信じない。いや、ま、いや普通に、いやいや普通に、だからかかんなかったらかかんないでいいから、うん、でも 100% じゃないからね、うん、いやそれはね、うん、その時のコンディションとかいろいろあるから、ただ俺の言う通りにしたら絶対なるから、うん、ああ俺ができるとは信じてないの。分かった。じゃあ引きの画面でやるよ。種も仕掛けもないの。これくらいかな。そこ立って。音聞こえたら手を挙げて。あれ、スローモーションになった。聞こえてる、映像映ってる。大丈夫だったら手を挙げて。大丈夫、立ち位置 OK。 ちょっと待って。 OK ね。いや、マジでネタ振りとか答えなくていいからね、本当に、うん、マジで普通にやってよ。普通にやる。これ何？お前の？俺んじゃない。変わんないでしょ。変わんない。変わんないですか。
後ろ向いて、結構、うん、そうそう、玄関側向いて、うん、うん、いや、はい、こっち向いて、いや、普通に向いていい、はい、こうやってやって、普通に力抜いて、で、まず俺の目見て、目がね、お前目悪い、ちょっと悪い、ちょっと悪い、普通になって顎引いて成長センターしで、人間っていうのは五感があるから、五感ってわかる、はい、わかります、何、聴覚、聴覚、視覚、視覚、触覚、触覚、わかんないです、味覚、味覚、嗅覚、音、うん、音ね、音、うん、味覚ね、味、嗅覚、匂い、うん、触覚、はい、触覚、はい、ある、あと視覚、目つぶろうか、視覚は閉ざされてるよね、うん、聴覚、うん、これも脳でフィルターかけられるから、うん、音を聞かない感じある、匂いはまあ今ないから大丈夫だけど、味覚もないね、で触覚、このいいよ、目開けていいよ、この5つの感覚っていうのをあるんだけど、第6感に訴えかけるから、うん、わかる、はい、だから視覚を目つぶってくれるのが一番いいんだけど、目つぶったりとか、あと音もなるべく聞こえないように集中するとピーンってなるでしょ、なりますね、音聞こえなくなるような、ああいう感覚、はい、で触らないから、うん、でももう分かるでしょ、ほら、うん、目開けていいよ、ほら手分かる、分かる、触ってないだろな分かる、分かるだろ、やばいだろ、いいよ言っていいよ、ちゃんとなんかやばいだろ、いやーやだ、絶対やだ、絶対やだ、認めたくないよ、いいよいいよ、だからお前分からせてやるって、世の中にある、え、だって、うん、だってほら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 、あのね、そうだ、ほら、分かる、今からどっちが強いかテストするから、うん、これまだ始まってないから、うん、両方出して、はい、で、あ、別に目開けててもいいよ、なるべく四角矢を使わないっていう訓練、あ、ほら、ほらほらほら、わかる、うん、うん、はい、次こっちね、こっち側だね、こっち下げていいよ、うん、で、ここの第6巻を使おう、うん、うん、これがよく言う、スターウォーズで言うとこのフォース、フォース、うん、ドラゴンボールで言うとこのキ、うん、ハンターハンターで言うとこの念、ね、いろんな呼び方あるでしょ、うん、全部これだから、あるんだよ、ほらほらほら、ね、わかる、わかる、笑っちゃうよ、わほらいいよ、普通にしてて、うん、はい、後ろ向こうか、で、力で抵抗しないこと、力とは違うから、うん、で、世の中には成長、もうちょい前行って、俺が狭い、その辺でいいよ、で、まっすぐ、よく格闘家とか姿勢を正しなさいとか、うん、武道家とか言うでしょ、うん、書道とかでも何でも道がついたらもう全部そうでしょ、うん、なんだこれ、あ、これ、わかるわかる、うん、そう、これを正すときにどういう風に教わるかっていうと、ここに最後のチャクラっていうのがある、7番目のチャクラ、一番下ここ、ケツ、ムーラダーラチャクラ、性欲のチャクラなんだけど、インドでも教わるから、これインドのやつだから、正中線は、もっとピーンと伸ばして、背筋が悪い、力抜いて、力抜いて、リラックス、リラックス、姿勢悪いよ、え、もっと、そうか、そうか、これがただ、もっともっともっと、え、胸張るってこと、うん、そう、その状態で力抜いて、そう。それが正しい姿勢で、こっからこう抜けるから、こっからこうバーって取って、ここで抜けるから、ここもっとこうピンと顎引いてみ、ここね、この姿勢をキープね、力は抜かない、リラックス、リラックス、あ、力抜いてリラックス、そのまんまで、体で抵抗しなくていいよ、そのまま感じ取ればそのままでいい、そのまま俺が受け止めるから、うん、リラックス、リラックス、視覚や聴覚や全部カット、六感でこのまま全部受け止めるから、抵抗しないで、いいよ、嘘飲もうか、うん、戻ってこい、うん、これが強くなると八卦とか格闘家とか中国拳法が使える八卦とかそういう技なんだ、
バーンって吹っ飛ばせるの。だこれヒーリングとかに用いる技法だね。ケビいや、催眠術じゃないから聞いてごらん。はい、催眠とかじゃない。うん、あけおめえ、キャナビー、うん、後ろに倒れるの分かってた。引っ張られるのが分かるはずなんだよ。え、なんか押されたり引っ張られたり揺らされてるのが分かるはずなので、あのカメラで見たら分かるけど、うん、あの連動してんの、お前が感じてるのと。マジっすか。お前の揺れと全部連動してるから。いや、俺見てないから、うん、押されたら引っ張られたりよ、うん、なんか揺れてんなーっていうのは。で、最後にグーって引っ張ったの。マジか、これがキスか。ん、これはだから、そのさっきも言ったけど、うん、ドラゴンボールではキって呼んでるし、うん、いろんな呼び方があるの。ネンって言ったりフォースって言う。なんかやだ、俺もすげえ気持ち悪い汗かいてるんですもん。初めて触れたのかもしれないですね。なんかそういう気に。だからこれを開かす、なんかハンターハンター読んだ。まあそれなりに。天とかある、うん。それをだから鍛えたら自分も強くなれる。うん、いやね。いやあのね、こうやってこうやられたやろ。こうやった時にこうちょっとなんかあるんよ。こうやられたらボーってくるんよ。いやってか。いやマジでそういうのじゃない。うん、何そういうの。そういうのじゃない。あ、なんかテレビでやるようななんか大げさなやつじゃなくて、うん、本当にそう自然体のやつ。うん、ちょっと怖いわ。怖いじゃん。いや、ちょっと怖い。こういうのも本当にあるんだよっていうのはずっと言ってるし、うん、あるわ。いつから身につけたんですか。これ飲み屋で身につけられた。クソ恥ずかしいんだけど、ね、飲み屋で同じことやられて、で、うん、やられて、おお、すげえあるって言ったら、うん、俺もできるって思って、うん、やってみたらもう 100% できるようになった。いやいや、その時に、才能。ムカつく、その才能。マジか。あ、俺もできるわって思って。何でもできちゃうから。でも面白いじゃん。いや、面白いですね。でもインドなんかこんなのばっかり。いや、うん、これの超強いやつ。ある。うん、え、でもその左か右かで、うん、これ右やったじゃないですか。俺ずっと右ポッカポッカなんですよ今。うん、だから開いたんでしょ。そうそうそう、うん、ずっとポッカポッカ。ほら手、あ、じゃあノンタンでやってもらえば。ノンタンできる。ノンタンほらあれ、ハンドノンタンこっち来て。怖いぞ俺。なんかノンタンすげえよ。ノンタン魔法使いだから。はい、どうするんですか。こうやって最高潮のやつやって。え、最高潮の、うん、できなかったらいいから。絶好潮の時のやつあんじゃん。わかんない。じゃあ気を止めて、はい、あの摩擦熱っていうレベルじゃないでしょ。これマジで摩擦熱、あのスリスリはしてるから摩擦熱も多少あるんだけど、うん、レベルが違うのわかるでしょ。尋常じゃないでしょ。これでブワーってできるから彼女。俺らはだからこう、なんだよこれ、このカップルマジで。だからそういうことなの。浅井さんとか知ってる？神様。だから要は俺らはそっち側の世界で生きてんの。こっち側で生きてないから。いやマジやめてくれよマジで。俺らはだからハリーポッターの世界で生きてんのと一緒だ。インド行く前にこういうのね、え、日本でもあるんだ。だからインドなんかそれのメッカよ、うん、それを開発した人たちだから。まあ面白い人いっぱいいると思うよ多分。え、どっちって。いや熱いよ。いやなんかびっくりする感じじゃない。そうそう、なんていうのかな、ほんまに。なんかちょっとぬくもりをちょっとずっと確かめてたよ。あ、熱いなみたいな。熱いよ。そんななんないもん、うん、すごいんだよ、うん。え、マジビビるわ。え、ちょ、マジか。え、何？怖っ。え、それを使ってなんか医療とかそういうのやんないですか？だから病気治るよ。風邪とか。風邪ひくよね、俺も。インフルエンザみたいになっちゃうし。けど、うん、治ってたんですか？何が？
え、それで直してたんですよ。昔の人はこれで直してたんだから。あー、出た。さっき、あれだ、触るやつ。触るやつの話が違う。触るやつっていうか、だから中国の、なんで木ってもともと生まれたかっていうと、陰陽道なんだけど、うん、中国ので世界一の国だったでしょ、うん、中国大陸ってもうとんでもない国、うん、で、そこのトップっていうのは世界の皇帝だったの、始皇帝っていうのよ、うん、だから日本とかもその属国でしょ、うん、だから簡単に言うと、どんなに素晴らしい側近とか王様でもまず顔見れないの。カーテン越しに。あー、なってる、うん、なってるでしょ、映画とかで。漫画とかもなってるでしょ、うん、要はあれでもし始皇帝が病気になったりしたら外から直さなきゃといけなかったのよ。あ、触れちゃいけないから。直す側も。そう、だからあそこにブワーって並んでカーテンの周りがブワーって直るの。それで直すしかなかったから生み出されたのか。ストーブ当たってるみたいな。そう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 。それ直してたんだよ、昔から。ちょっと怖いぞ。いや、俺ちょ、なんかね、怖い。うん。いや、なんかね、こう酒飲んでるせいで、ね、気持ちがね、素直に出てるもん。怖いよね。怖い。うん。怖い怖い。あんま知らないもん触れるとね、人間怖くなるよね。そう。で、セックスの話だっけ。わあ、なんか、悔しいな。え、それでも、いや、変な話、股間に集めることもできるんですか。股間にっていうか、だからそう生命エネルギーなのわけよ。この木、木っていうか、木でも何でもいいよ、はい、生命エネルギー、うん、生命エネルギーなの。だからそれを自在にどうコントロールするか。ああ。だからその自分にまとえば強くなるし、生命、だから簡単に言うと寿命が伸びるし、うん、病気治るし、ヒーリングにも使えるし、逆に邪念って言って相手に飛ばすこともできる。あ、マイナスの、そうそうそう、うん、そう、自分の悪いものを相手にあげることもできる。そうそうそう、集めてる、うん、邪気とか言うでしょ。言いますね。マジか。あれ、何段階あるんでしたっけ。セックスは7段階あるね。え。セックスは7段階ある。1は普通で、だから、うん、だからクリトリスで行くとか男の射精っていうのは1よ、はい、うん、おー、ああ分かりやすい、うん、ステージ1よ、うん、要は賢者モードにすぐファってなるやつ、うん、分かるでしょ、うん、だから男の人はあそこしかないと思われてる。あそこの先もあるの、男も、うん、だけど一番分かりやすい行くっていうのは女性の行くでも一番レベルの低い行くっていうのは男性的な生き方で、うん、簡単に言うとクリトリスで行くのがまさにあるよ。で、それのマックスの7になると死ぬね。死ぬ。そりゃそうじゃん。死ぬんすか。死ぬ。それは死ぬ。セックスで殺せんのか。え、でもセックスで死ぬ人って何人もいるんだよね。あの、副上司ってやつですね。ってやつ、はい、え、じゃああれ、じゃあ、もしかして。ステージ7。7で。ステージ7。あいつらステージ7やな。そうそう、向こう側に行った人だよ。7段階あって7できるんですか。そうですね。いくつですか今。31でもう7段階極めてる。俺でもセックス極めたら22だから。マジですか、うん、22だから。だからそのなんつうんだろうな、フュージョンセックスとかないでしょ。何言ってんすか。じゃあ本当にそういう用語があんの。フュージョンセックス。フュージョンセックス。俺あれしか知んないですよ。あのずーっとあのくっつけてるやつ。ポリネチアン。そうそうそう、ポリネチアンがフュージョンだと思ってるんですけど、それじゃん。それとは違う。それとは違うっていうか、もう俺基本ポリネチアンセックスみたいなもんだから。1回のセックスもう2時間コースだから俺。いや嘘でしょ。だから聞いてみればいいじゃん。野田さん。はい。その通りです。気づいたら2時間経ってるから。え、こう、そのコースを知りたい。この中身。ほら、ノンタンまだステージ2しか行ってないから。そうか。お楽しみだから、それは。合気道に通ずることなんだ。うん、はぁ、怖っ。怖いわ。怖いでしょ。いやちょっとね、え、じゃあその、うん、いやだから今パッて目に入ってさ、うん、もう バキが見えちゃったから、
あれだけど、バキってあれじゃないですか、想像でこう火傷したらもう火傷できるじゃないですか。うん、その脳のあれでできるできる。それとちょっと通ずるものはあるんですか。あれは本当だよ。あれ、あの漫画だと思ってるけど、あれ実際の体験から来てんのよ。世の中にそういう事例があって、どういうのが有名かっていうと、はい、これ実験であるの、はい、赤ちゃんいるでしょ、はい、赤ちゃんにまずお湯をかけるの、熱湯を、はいはい、まずギャーって熱いってなるでしょ、うん、で、そのね、収まって火傷も治った頃に、うん、ね、赤ちゃんに水かけると火傷するんだよ。これ本当なんだよ。これ、あの日本の逸話にもいっぱい残ってる。火鉢を当てる、あで、火傷するでしょ、うん、その後、冷たい鉄の棒を当てても火傷するんだよ。これ本当だ。体が勝手に、要は赤ちゃんっていうのはそういうのが脳の力フルで使うからできるんだけど、うん、できなくなっちゃう。フィルターかけんの。俺らができない、そんなことありえないって思ってるからありえない、うん、経験もしちゃって。そういうか、要は脳のフィルターの問題なの。できないって思ったらできない、できるって思ったら何でもできる。赤ちゃんにはその概念がない、ただ単に。いや、2時間うざいって書いてあります。いやだから違う違う違う、キャラビーで違うの、違うの。体感で言うたら20分ぐらいだから。のんだに聞いてごらん。のんださん、体感では普段2時間かかってるんですけど、20分ぐらいで済んでるんですか。体感どれくらいか聞いてごらん。体感どれくらい、体感どんぐらいなんですか。まあ2段階ですからね。2段階だからね。ステージ2だから。ステージ2で ステージ2でもそこまで行くんですか。短縮できるんですか。だから次元超えるとか言っちゃってんだ。超える超える。だから最後の方体ないから。ステージ5から体がないから。しなりさもうなんか空間と一体化してるみたいな。あ、そう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 やべえ。SF とか、それそうでしょ。だって SF 映画とかで、ね、あるパターン。ステージ6には宇宙にいるんだから。だから体、物理的な体引き剥がしてないんだろう、ステージ5で。そうですね、うん、ステージ4がだから体の肉体のマックスだよ。顔おかしいわ。あ、5までいってるわ。すげえな。和道さんとちょっとそのセックスした人たち幸せだな。あ、だから長いよね。結局もう俺とセックスできなくなるのが分かってるわけだから。ああ、うん、長いよね基本的に。ステージの説明っていうのだから、一般的に言われてる女の人の行くっていうのは3段階あるって言われてるじゃん。で、俺から言わせたら7段階だよって言ってるの。ほらいるじゃん、幽体離脱してたんだな。幽体離脱はだからステージ5なんだよ。そう、だから自分が経験してないことは全部嘘って言う。人間というのは物差しを持ってるわけ。それは自分の当たり前だとか常識だとか、あ、まあそれはそう。で、こっからはみ出すものっていうのは、要は本当に実在するかどうかわからないものっていうのを嘘って決めつける人がいるの、世の中に。少数派をね。そう、だから物差しが小さければ小さいほど人生嘘だらけになるのよ、うん、他の人の体験っていうのが理解できなくなる。まあそれはわかる。そう、だから俺は物差しをでかくするために世界に行くんだよ。わ、うん、かる。まあ俺もそこは一緒ですね。そうそうそう、うん、毛差しがでかければでかいほど人間の器はでかいわけだから、感じるものも増えていくわけですよね。そうそうそう、うん、理解できることが増えるわけだから。腹立つわ。なるほどね。女にもモテやがって。俺女にモテるか。あ、モテてはないんすか。わかんない。モテたっていうか、俺女の人に告白された経験っていうのないから。いや俺なんかここの話をあんま聞いてないんですけど、ふわっちしたかわかんないですけど、うん、のんたんさんの出会いっていうのは俺知らないんですよ。リスナーさん、もともとリスナーさんなんですか、うん、え、でもだってガチで好きなの。のんたんは俺のこと世界で一番かっこいいの俺だと思ってるから。あ、そうなの。そんなことないっすよ、のんたんさん。そうかな。うわマジか。俺こういう女の子の出会いだよな。うん、
リスナーさんだったんだ、うん、抵抗はなかったんですか？リスナーってなんか結構危なくないですか？危ないよ。なんかすごいやっぱ最終的に変わっちゃうじゃないですか。最終的っていうか変わりうるアンチに、最強のアンチに変わりうる。変わりますよ、うん、だからね、アンチが怖かったら配信者やめるべき。そうですね。ちょっと配信の話になると、うん、やっぱその人生そのものを売ってる、切り売りしてるわけだから、そう、俺はちょっとそこで、うん、今やっぱストッパーをかけてるわけですよ。いや、いいのよ、それでも別に。ワン太郎はワン太郎も、そうそうそう、俺はよく配信論とか言うじゃん。リスナーさんとかまた配信論が、うん、違うと。要は、生き方だと、俺は。うん、だから、ワン太郎はワン太郎の答えを持ってていいの。うん、俺は俺の答えを持ってていいの。で、一番ダメなのは、俺はダサいと思うのは、うん、正解を言うことがダサいと思ってんの。ああ。正解なんかないの、うん、正論なんてないの、うん、世の中正常位で回ってないのよ。はあ、うん、正常位だけじゃセックスできないの、うんうん、でしょ。まあそうですね。カオスって言うけど、混沌とか言うけど、だって平等だと思う、この世界が。え、それは思わないでしょ、うんうん、不条理でしょ、うんうん、そう、もっと宇宙とかこの世っていうのがぐちゃぐちゃしてるんだよ、うん、で人間が無理やりそこにルールを当てはめてる、理路整然としてんのよ。だから、うん、だからやっと生き抜けてるスタイルになってるのかなって思う。違う違う、支配されてんの、飼いならされてる。違いなの。そうだよ、まあ、お前知らないの。いや、ルールってもとで、いやいや、じゃあ俺はルールってもとで、違うよ、ルールを誰が作る。まあまあ、国だったり。違うよ、頭のいいやつよ。ああ、まあそうですね。でしょ、うん、ルールとか法律っていうのは弱い人のためにあるんじゃないの。教えてやろうか。法律とかルールっていうのは、うん、ルールとか知ってるもの、うん、法律を知ってるためだけを助けるんだよ。あ、まあ、うまく生き抜いてるやつはいますね。だから頭のいい人を引き当てるゲームの、うん、そういう制度。まあまあ、それはわかる。だから俺はルールに従う側じゃなくて、ルールを守る側じゃなくて、ルールを作る側に回ったの。作る側？作る側。なんか作ったんですか？いや、だからこの枠っていうのは俺の世界だから、俺がルールだ。あー、あー、そういう言い方。そう、うん、そっか。図らずしも俺も自分で自分のルールを作る、そっちの方に行って、行ってるっちゃ行ってるの。そう、うん、なるほどね。うん、それはちょっと意味わかりました。うん、そう、なるほどね。いや、だから、うん、和道さんの、俺最初そのロハコさんとかあったじゃないですか、うん、俺最初和道さんパクってやろうかなと思って、うん、ちょっと頑張って真似してたんですよ。真似して何もない知識をひけらかそうとしたんだけど、結局ダメだったんですよ。トークでやろうとしたってこと？いや、そう、うん、もう全然ダメで、うん、そうそう、で、そこでずっと配信をまあ潜って見てたら、うん、結局は人として愛されないとダメだと。そうだよ、うん、で、だから俺は別にそこでその配信で、うん、こう人として愛されればいいっていう、うん、ところに気づいたわけですよ、うん、そうそう、だから、そう、だからもうそこはもうだ、あ、俺は俺なりのあれをやればいいんだ、配信すればいいんだっていうのにやっと気づいたんですよ。そうそうそう、っていうかこれは配信論じゃなくて生き方のもんだ、うん、全部そうなの、うん、結局憧れてもダメなのよ、真似してもダメなの、うん、なんでかっつったら、俺だったら30年俺としてやってきてるわけだし、うん、ワン太郎だったら24年間ワン太郎で生きてきてるの、背負ってるものが違うのよ、うん、で急に誰かの配信かっこいいな、誰かのモノマネしたっつっても、31年間のラグっていうのは埋められないわけだ、うん、絶対に。そう、つまり劣化品のコピー品でしかないの、うん、だからその辺の雑魚なまぬしとか、どの世界、音楽でも何でもそうだけど、モノマネでしかないのよ、うん、モノマネがオリジナル超えたことある？それはないんだよね。これ人類の歴史じゃないのよ、うん、そう、だからその自分らしくあらないとダメなの、うんうん、そこは真似して気づいた、うんうんうん、俺もあるもん、だってうなちゃんマンの真似したりとか、みどりさんの真似したりとか、うん、でも無理なんだよ、そう、スタイル、キャリアが違う、うんうん、
だから自分らしくやろうと、もう自分を売るしかないんだなみたいな、そこしかもう自分のアピールポイントはないんだなっていうのは気づいたんですよ。そう、うん、っていうのはありますね、うん、だから、うん、なんとかギリギリ、うん、そう、まあ自分のなんか今、いやなんかこんな話すみませんけど、いいよ、続けよう、面白いじゃないか。自分は、うん、ある意味仮想主でいいと思ってるんですよ、ちょっとそこは、うん、っていうのは目的が違うから。うん、うん、そう、目的は何なの？目的はインドに行くための資金を集めるんだけど、うん、似てるのはそのリスナーさんがちゃんと暇を潰せてるか、その暇を潰せたら評価としてこうアイテムが飛ぶっていう配信にしたいんですよ、うん、応援したりとか、うん、そうじゃないですか。まあそうなのかな、まあ、和道さんは。だから俺はだからいつも言ってるけど、何々だから金くれとか何々をするからっていうやり方がまず根本的に間違えてると思ってる。じゃあ俺のそのインド行くから金くれっていうのは間違ってるんですか？大きく見たら間違ってると思う。あ、そうなん。大きく見たらね。大きく見たら、うん、そう、言い方にもよるけど、うん、インド行くから金くれって言ってんのか、まあそれは違うかな、うん、インド行く目標があるから、うん、まあちょっと暇つぶせた人はよかったらくださいみたいな、うん、感覚かな。俺極端な話ね、うん、俺これ昔と違うんだけど、ふわっち来てからその本当にふわっちやってる理由が金じゃないんだよ。もちろん金があっていいなと思ってるの、うんうん、そう、もちろんいいに決まってるじゃん、うん、だけどふわっちで続けてる理由がそこじゃないんだよ、主軸になってるところ。あった方が嬉しいよ、うん、あった方が嬉しいけれども、そのプラスアルファでは加点にはなってるけど、そこじゃないんだよな、うん、どこなんすか。人が集まってるっていうのと質が高い、圧倒的にリスナーさんの質はめちゃめちゃ高い。あ、それは思ってますね、うん、俺がなんかやらかしたとしても長い目で見てくれるし、まあなんていうんですかね、人として扱ってる、人を見に来てんだよ。そうですね、そこは俺感じますね、そこは、うんうん、だから付き合う人間は選びたいじゃん、うん、うん、ね、うん、そうなんです。いや結構だから和道さんのその配信見て勉強になることすげえあるんですよ。例えば、いやだからまずはこう閲覧に、あ、そうてかこれ飲もうかっていう話になった理由が、うん、これ閲覧どうかっていう、閲覧求めてるんですか、和道さんは。あ、極端な話閲覧ゼロでも多分同じことやると思うよ。はあ、自分の人間知ってもらう配信。いやいや、俺はだから人間を知ってもらうっていうか、うん、なんだろうな、もう生き方だと思ってんの配信って、うん、だから俺のライフスタイルだから、うん、よく言ってますね、オナニーするのだから、違う違う、空手家で、うん、空手でじゃあお前空手の選手権出たことあるのっていうのが俺空手家だと思ってないの。ボクシング、うん、ボクサーですって言った時にお前世界チャンピオンになったことあるの、うん、っていうのも違う質問が的外れだと思ってて、例えばね、例えば80歳よ、うん、80歳で毎日ジム通って毎日5時間ぐらいサンドバッグ叩いたら俺はボクサーだと思う。試合もしたことなくても、それボクサーじゃない、まあ、でも確かにボクサーとしてその人は生きてるからって、そうボクサーだから、うん、俺はお釈迦様の首は折らないけど俺は折らないけど桜子ちゃんお疲れ様、うん、だからそう、誰だから他人の評価気にすぎなんだよ、周りのやつ。いや俺多分、うん、ね、いや別にワン太郎に言ってるわけじゃなくて、うん、要は誰かにどうされたとかどう見られてるからとかじゃないんだよ、うん、それはダサいじゃん、うん、それって見返りを求めてやってることじゃん、ってことは振り回されてるのと一緒じゃん。俺は自由になりたくて配信者になったのよ。うん、うん、そうですね。それはなんかすっげえわかる。そう、自由になりたいんだけど、うん、制限されちゃってる自分も いる？今は、うん、今日なんかあったんですよ、実は。
そういうことがあったの？実はそういう僕がその台本やって騙されたみたいな、で炎上したんですよ。でリスナー側が、まあこれね、もう過ぎた話なんですけど、リスナー側が逆に台本してやろうぜっていう、騙してたんですよ。こう炎上させて、もうお前にはもう見飽きたということで、リスナー側が全員ブロックし始めたんですよ、俺に対して。で俺はそれでちょっとマジで本当にヘラっと、だから逆ドッキリを仕掛けられたわけなんですよ。でどうなんだと。あ、ワンタロウ、ワンタロウ、ワンタロウです、はい。そう、でその逆ドッキリを、まあ、仕掛けられたんですよ。愛されてんじゃないの。いや、それは感じましたよ。うん、そうそうそう、いや、それは愛されてんじゃん。そうそうそう、だからなんかその時に出たんですよ、あの愛されてなんぼだ。そうそうそう、愛されてなんぼだから、うん、そう、それがね最近如実に出てきたよね、うん、あの結局閲覧持ってるのに稼げてない人がいっぱいいる。それって俺、それちょっとそれを分析してほしいんですよ、うん、閲覧持ってるのに稼げてない人は、これっていうのはやっぱリスナーに愛されてないんでしょうか。そうだよ、そうなんです、ね、そうだよ。だから結局、うん、閲覧なんて取ろうと思ったら取れるの。いや、まあやり方分かってくから。分かってるよ、うん、要は炎上させる方法なんかいくらでもあるのよ。で、ある程度配信やってたら分かるのよ、うん、中堅以上の配信者だったら、あ、ここでこれやったら、うん、なんつうの、こうなるなっていうのは。だけど、それは自分のファンじゃなくてやってることに対してああだこうと言ってるだけだから、うんうん、はい、いらっしゃい、あすはでしょ。だから意味ないよ、それは。いや、だからなんか、いや結構、まあ和道配信論は俺はすごい好きなんですよ、うん、うん、そうそう。で俺はなんかこの、あ、俺ちょっとずっと聞きたかったんですけど、うん、このふわっちとかそのチップ製の配信サイトっていうのはやっぱ社会的に、やっぱその社会のルールに当てはめてこうできたサイトじゃないですか、法的にも、うん、これが本当の配信業なんじゃないかなって俺思ってるんですけど。そうだね、これがやっぱ本当本物なのかなっていう俺思ってるんですけど、それはやっぱそうなもんですよね。俺はほら自営業の経験があるから、リスナーさんがいいと思って金くれて情報コンテンツをやって不特定多数からお金振り込んでもらうありだと思ってるの。そこは抵抗ないの、うん、ただ多くの人 99% の人っていうのは、うん、社会の仕組みに飲まれて生きてるわけ、うん、法律とか考えないわけよ。そうそうそう。でリスナーさん側からしたら普段忙しいわけでそういうの調べることはできないわけだ、うん、で普通の感覚で言ったら振り込んでそいつらがなんか逮捕された時とか怖いと思うのは当たり前じゃん。わ、うんうん、かる、うん、だからそこを解消するっていうのは間にクッションは会社が挟むことによって、要は会社のアイテム買ってるだけですよっていう言い訳が立つの、うんうん、で半分払ってるのはこの会社ですよって言えるわけじゃん、うん、これがでかい、これが社会的信用ってやつ。そう俺だから、俺はそこはだからそのふわっちの、ふわっちっていうかそのチップ製を持ってる配信サイトはだからもう社会のこう歯車じゃないですけど。じゃあリスナーさんは安心を買ってるの。はあ、あここで、うん、だってそうじゃん、自分の好きな人だったら100万やったら100万渡したいけど50万しか届かないわけよ、うん、でも信用も安心じゃん、うん、会社が盾になってくれるわけだから、うん、そっちの方がいい買い物なの。このスタイルはそのずっと配信やってきてるから、うん、これはありなのかどうかっていうのを俺は教えてほしい。ありっていうか多分前菜とかこうなる、そうあってほしいんですよね俺も。なる、うん、っていうかふわっちはっていうかキャス超える、これ断言しとくよ。3年後見といて、これ絶対思い出すから3年後、うん、3年後キャス超えるから。俺だからすごいそこが、うん、でキャスも同じことやる、そしたらどっちが上か分かんなくなるけど、うん、間違いなくキャスも同じことやるから、うん、見といて。でもしキャスが今のままであぐらかいててふわっちがこのままでこのルールがこのままいったら3年後ふわっちはナンバーワンサイトになる、うん、絶対に。
今のところ和道さんが知ってる中で、うん、換金率じゃないですけど、うん、そこが一番はふわっちですか？ YouTube。 YouTube か。 YouTube は 97%。 あ、マジですか、うん、あ、そっか、うん、だからやってんだ、うん、でもやっぱ結局生は見てほしいわけですよね。俺は動画どっちでもいいですか？いや、俺は人が集まるところでやるべきだと思ってるから。和道って俺がやってるわけじゃなくて周りが作ってるもんだから、うんうん、配信やってればわかるけど、オーラって何、オーラの正体を教えてあげるよ。オーラある人とない人って言うぞ、よくありますね、うん、オーラって周りの人間が作る、本人じゃ作れないの、うんうん、例えば俺がドーンって座ってて、うん、閲覧がここ、仮にアクティブ1万だったらすげえっていうの、1万人が。ああ、うん、わかるわかる。仮に、わかる、うん。で、1人しか見てなかったら大したことねえなっていう、うんうん。オーラって自分が作ることない。全く同じ内容を言ってても、周りの人だかりが作るの。うん、じゃあ周りの人だかりを作るような人にならないといけないのか。それはどういうこと？ね、って言ったら愛されろって言ってるの、うん。相乗効果だから。うんうん、そうやな。そう。だから愛され方を極めたやつが配信者は上に行くんだよ。うん、人が人を呼びますからね。そうそうそう。閲覧が閲覧を呼びますからね。そう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 。うん、その新規の閲覧を自分のファンに変える力を持ってるかどうかや。うん、そうか。あとは、すげえ気になるのは、うん、こう若手と若手じゃないですけど、うん、まあ、こう絡むじゃないですか、うん、育てたいですか、それとも、いや、なんかすごい鋭いか、な、変な感じかもしれないですけど、うん、俺は結構若手も見てるんだぜっていうアピールでこうやってるんですか？いやいや、全然考えてない。あの、なんだろう、俺は若手にしろベテランにしろ面白いやつは飛び抜けると思ってる、うん、配信は芸人の世界と一緒で、うん、面白いやつは必然的に絶対上に行くし人が集まると思ってるの、うん、そう、絶対に、うんうん、ただそれだけだと思ってる。だから自分の感覚なんだ というよりも、俺は人を育てるっていう行為自体が無理だって考えてる。人間、人は人を育てられない。人を育てることができるのは環境だけだと俺は思ってる。マジで？マジで。その人が人を育てるに俺は賛同してるんですよ。無理。俺は。なんで？誰かに育ててもらったっていう感覚がない。自分が？自分がじゃない。環境。環境の中の一部なんだよ、人間っていうのは、人脈っていうのは。だから、その自分が育てるっていうのは自分の思い通りにするっていう欲じゃん。そうですね、うん、影響力が強くないと無理だと思う。だから俺がワン太郎を育てるとかないよね。ああ、うん、なるほど。どれくらい影響を与えられるかっていうのはあるかもしれないけど、影響はめっちゃ合ってますよ。いや、もうそれは分からんけど、本音は、人間はいや、そうじゃん。だって、言葉って嘘つけるから。まあ、なんか気持ちじゃん、結局、うん。うん。一番大事なのは。でも俺はこうやって新年の挨拶行けたのはすっげえ嬉しい。いや、だから、何でしょう。いや、人として見てんのかなって思ったから。うん、いや、全部人だけど、リスナーさんも人だし、配信者も全部人だから。人しかない、うん、人だけでしょ。いや、なんかやっぱ俺なんかまだ浅いから、その配信のネタとしてなるから取り上げられてんのか。お前がネタになるっていうのは困ってない、そこは、ね、悪いけど、そう悪いけど、いや、分かってんだけど、お前から閲覧引っ張ろうなんて、うん、ね、お前からネタ引っ張ろうって分かってんすよ。困ってない、悪いけど分かってんすよ。そこまで落ちてない。悪いけど分かってる。そう、ね、前も言ったけど、ピンピンってやったらその吹き飛ばさない、分かってる。うん、これも、いやいや、吹き飛ばせるかどうかとかじゃなくて、うん、ないない、うん、ただでも本当に、いや、まあ嬉しいんすよね、俺は。お、人好きっていうか、人のこの出会い自体が好きなんですよ、うんうん、だからこう、なんていう、配信
者同士としての感覚じゃないですか。いや、それを言うんだったら、それを言うんだったら、いや、東京来たんで、遊び行っていいですかって言ってもらいたかったけどね、俺。ああ、いや、俺ちょっとビビってた。超ビビってた。そう。普通に、いや、なんか今、新宿近くにいるんで、今から行っていいですかって言ってもらいたい。いや、俺だってずっとよぎってたもん。だって。だったら言えよ。いや、会いたいんすよ。会いたいけど、やっぱ出てんすよ。ちょっとオーラ出てる。やっぱ、会いにくいオーラは。会いにくいオーラ。うん、あとは、こう、のんたさんいるから、今日あれかなみたいな。配信終わったら、あ、パコるかな、うん、パコるかなとか思って、気使った部分もあった。いやでも気使うっていうのは逆に失礼でしょ。そうっすね。やっぱ相手気持ちは伝えるべきかな。伝えるべきでしょ。じゃあ、この配信者の。俺は伝えたからね。そうですね。俺はすげえ嬉しかったんですよ。うわ、やべえ。嬉しいでしょ、嬉しいでしょ。いや、超嬉しいです。だから嬉しかったら相手にやらないと、それを。俺は、なんか、あれですね、なんか誘われてから嬉しさを感じるでしょ、でしょ。そこができないんだよ。自分から言ってたら。それでうざいような対応されたら友達じゃないよ。先輩でも後輩でもないよ。多分人、そう。それだったら逆にネタにされてるんでしょ。うん。そう。だから嬉しいんですよね。そこは、マジで嬉しい。ジョーカーさんいらっしゃい、だと思うけどな。だからまあまあ和道さんの配信見ながら勉強しつつ、まあ俺はその自分のそのあれですよ、こうまあ愛され、自分はどう愛されるべきかみたいな。勉強とかなくない？いや、え、めっちゃなりますよ。なくない？いや、と言いつつ、いや、アクティブゲーはやっぱニコ生は強い。いやいや、俺アクティブゲー一回もやってないわ。いやいや、アクティブゲーっていうか、軽く意見聞くだけでも俺はそれをアクティブゲーと捉えてるわけですよ。レスポンスをこう募ってる時に、そう、それもアクティブゲーと捉えちゃってるぐらい、そこなんですよ今のレベルは。俺はそう、まったり、超まったりでやってるよ。多分、ふわっちでやってる人みんなそうだよ。多分、金梅さんなんかもっと沸かせられるし、鮫島さんなんかもっとできるけど、すっごいリラックスしてやってるよ。あ、そうなんですか？うん。それみんな言う。ふわっち楽だわって。それは手抜いてるとかじゃないの。うん、そう、自然体の方がいいっていう。うん、もうその無駄な神回いらないみたいなさ、まあ、人を知ってもらってるから、うん、やりやすいよ。あとは最近あったのはテルチャンピン。いや、俺はやっぱり、あ、テルチャンピンあったの？いや、会ってないですよ。会ってないけど、うん、テルチャンピンは、うん、こうどうなのかなっていう、和道さんから見てテルチャンピンの評価を聞きたいですね。そう、テルチャンピンの評価、そう、会ってみてどうでした？いや、いい子だなっていう。いい子だったの。いや、その面白みを感じるやつと感じないやつで言ったら感じないよ別に。はあ、そうなんですか、うん、和道さんから言ったら。いやいや、それは彼をディスってるわけじゃなくて、はい、その、なんつうの、すっげえワクワクするかって言ったらワクワクはしないよ、別に。普通。和道さんから言ったらワクワクするような人って誰なんですか？浅井さんとか面白いよ。いや、ちょ、もう一般人出たじゃん。いやいや、だから一般人。一般人っていうか、まあ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 。全員一般人だから。はい、そうですね。うん。いや、だけどやっぱ、いや、確かに俺もわかりますよ。配信見て、あ、これなんか期待値がでかいくなりますよ、浅井さんは見てて。いや、多分ね、その浅井さんの面白さがね、多分伝わってないんだよね、凄さとか。あ、凄さ、うん、あ、まあまあ、俺浅井さん見たらふわっちですよ、初めて、うん、神様だからあの人。マジっすか、うん、あ、神様いるんだって、あったらわかるよ。うん、神様ってのはあれなんですか、自分をちゃんと表現できてる人が神様なんですか？そういうわけじゃないですか。
表現すらとらわれてないと思うよ、アサイさん。すげえな。だから、かっこいいなって思うのは、だから配信者とか抜きにして、だから誰だろうな、横山みどり。いや俺だからそこの魅力を語ってほしい。いや俺は、あ、ちょ、俺聞きたいんですけど、俺はレベルっすよ、ニコ生の方がやっぱまだ俺はすごい配信っていうものを理解してるんだなっていうのを、俺はなんか面白い、なんかニコ生の方が見てて面白いです。配信って言葉はニコ生が作ったんだよ。いやだからその文化が、ニコ生の文化は素晴らしいんですよ。通用しない。え？通用しないニコ生じゃ。いやいやそれは分かってる、だからニコ生しようと思わないけど、そう、ニコ生ってすげえなってのは俺はずっと思ってた。なんか空手で言ったら極真空手だから、そこ。あ、画面ありの、あ、画面なしか、いやすげえなって思ってるんですよ。ニコ生で配信してるやつはすごいなって思うし、レベル高いなって思ってるんですよ。ニコ生出身者だ全員。いや、あの大手と言われてる全員、それはわかる、そう。ニコ、だって本当にニコ生じゃん。俺は過疎といえどニコ生主はすごいなって俺は、やっぱ違うと思うよ、俺はすごい違うなって思ってるんですよ。絶対そこら辺のその和道さんの評価はどうなのかなって気になってたんですよ。ニコ生で、ニコ生はクソ、今のサイトでは。いや、じゃあ元からクソなの。あ、そうなんですか。そう、だから簡単に言うとスラム街で育ったやつの方が強いっていう話。あーあー、いやいや、めっちゃわかるわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。だからニコ生はクソなんだよ、スラムだから、あそこ、配信の中でクソわかる。そう、だからスラムで育ったやつは強いよっていう、ただそれだけ、クソわかる、ニコ生イコールクスラムは、だってほら、ニコ生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 じゃん。そう、わかる、これわかる、わかる、わかる、ニコ生ニコ生ニコ生なんです。クソわかる。ただお、まあ落ち着きもありますよね。余裕があるんだと思うよ、多分。いや、ほんとそう。仮想主が多分何でもできるよ。この中で喧嘩突で面白くしろっつってもこれ多分できると思う。できますね。企画やれっつったら企画できると思う。その面白い企画やれっつったら、やっぱまずニコ生見て配信が大好きみたいな。好きでしょ。そう、そこのから入ってるから。そう、配信する側が配信大好きっていうのが、だって毎日100回必ず配信やめろ、才能ないって言われるんだよ。そう、ね、本気で言われるんだよ、本気で言われる、本気で言うに100回必ず言われるんだよ、配信やめろ、春日消えろって、才能ないって。それでも続けるの、すげえなって思いますよ。俺マジで、その中の耐えてきたやつらとか、だから毎回思うんですよ。だから俺はまだ、俺はやっぱ配信会はそのニコ生が仕切ってんじゃねえかね。いやー、もう無理。いや、あの、その閲覧とかそういう問題じゃないですよ。そのレベル的な問題ですよ、配信者のレベル。もう変わる変わる。違うんすか。もうね、あれは要は時代が作った産物だから、要はね、今でいう2チャンネルみたいになると思う。マジっすか。クズのたまり場っていうか。そっか。もうだから結局2チャンネルの全盛期ってさ、あの、日本のサイトで確か3位か4位だったんだよ、総アクセス数が。ヤフーGoogle、ヤフー2ちゃんとかだったのよ。すごいでしょ。そういう時代があったのよ、だからもうほんとネット民の全員が2ちゃんを必ず使ってるみたいな。そう、でも今そうじゃないじゃん、2チャンネル悪口書く場所でしょみたいになったんだよ。そうですね、はい。そう、だから結局そういうサイトになっちゃうよ、ニコ生も。なんか特殊な人がやってるサイトでしょっていう。でもやっぱニコ生にこそ配信ありっていう俺のその考えはあるんですね。それはでも古くなると思うよ。仮想主ですら、俺はすごい尊敬しますもん。ニコ生なんかやっぱ見てて面白いですもん。ああ、
喋りは違うよね。全然違うっていうのは分かるんですよ。うんうん、それは分かるな。そう。ただなんかでも分かんないですよ。でもツイキャスでこう大手になってるやつとか見てもやっぱそこがやっぱ愛されキャラなんですかね。いや俺思うけど、うん、ニコ生出身で大手って言われてる人は絶対にツイキャスの大手見下してると思うよ。あ俺いや分かります分かります。それは俺もあツイキャスなんかニコ生なんか上っていうのあると思う。そう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 、綺麗なんですよ、うん、俺はすごい綺麗だなと思ってます。そのツイキャスの大手でいやニコ生でやっても無理でしょあなたたちっていうのはある、はい、なんか時期が良かったんじゃないのみたいな、はい、あります、うん、すげえあります、うん、絶対あると思うよ。いやごめんなさいね、俺が喋ることじゃないですけど、でも俺ですら思うことっていう、カトルシーですら思うことっていうのはあるんですよ。それは正直あると思う。まあタイミング良かったんだろうねとか、うん、あキッズに受けたんだねとか。そう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 、めっちゃ思いますもん。やっぱ見る目が超えてるニコ生のやつらからやっぱこうで、多分それツイキャスのやつらもあると思う。正直そのコンプレックスみたいなのがあると思う。配信者側からしたらやっぱあるんですよ、ね、あると思うよ絶対。そうニコ生で評価されなかったっていうのはあると思う、うん、だからでもそっちにはもう行かないわけだ、うん、自分たちのブランド作っちゃったわけだ、はい、崩れるから、うん、それリスナーの中にもあるでしょ、うんうん、絶対絶対ある絶対あると思う、うん、言わないけどあえて、うん、本当に思うんですよ、うん。でもだからそのさ、うん、ニコ生から大手中堅とかでツイキャスでブレイクする人はいっぱいいるじゃん。5万人いっぱいいっぱいですね、はい、ツイキャスからニコ生行った人でブレイクした人見たことないんだよ俺。一人もいなくない？いや、いないですね。俺は聞いたことないです。 それは本当に それで力関係がもう見えてんの、うん、サイトの。俺これがツイキャスからニコ生行きました大ブレイクしましたっていう人が一人でもいたら俺はああツイキャスってすごいんだってなるけど、うん、ならないんだよ絶対、うん。俺も思います。俺だからなんかそこは今こう話聞いてやっぱニコ生のその文化っていうのすごい、やっぱ配信生配信っていうのを広めたサイト。じゃあスラム街。お前スラム街だけどだからあそこはなんか、うん、なんつうの、荒ぶってるやつがうんこ投げるサイトだから、うん、いやもううんこみんな住民がうんこ投げ合ってるっていう状態でそう戦う場所だから、うん、めっちゃわかる。だから俺よく言うの、あのね、綺麗な花が咲いてると、うん、その周りには蝶々が舞うんだよ。わかる？パタパタパタって、綺麗だねーって、あー美しいってなるじゃん。うん、うん、この周りにはハエがたかるの、うんそう。だから金映えっていう。いや、本当うまいこと言ってるよ。そうそうそう。俺ら、うんこの周りで飛んでたね、やつが。ニコ生サッカー界のブラジルでツイキャスは欧米で、ああそういう感じあるかもね。あそうだね、ハングリー精神が違うもんねやっぱりね。そう、うん、いかに今草生やさせるかっていう。あでも最近そこがトレンドになってないね。違うんですか、うん、もうなんかちょっと生活の一部。いや他の人はねやっぱファン取りに行ってるよね。あ、これからは笑いを取る時代じゃないんだってなってるよね。ああ、うん、そっか。うん。まあ、確かにフワッチだと、そうですね。うん、俺、ちょっとでも知りたいのは、うん、なんで金映えが、うん、こうニコ生を選んだかって、あ、じゃあフワッチを選んだかっていうのが、すごい天才だからでしょ。いや、本当に本当に本当に。天才だから。嗅覚が。あ、嗅覚なんですか。そう、うなちゃんまんもそうなんだよ、嗅覚が抜群にいいんだよ。あでも確かにそうですね、うなちゃんまんはフワチ来たらびっくりしましたね、うんうん、あの人嗅覚めちゃめちゃいいから、これから伸びるサイトしかやんないから、うん、それを見て和道さんは来たんですか。違う、ああまあうなちゃんまんの前かな。指標みたいになったんですかやっぱ。あうなちゃんまんきっかけではないけど違う、はい、俺は正直フワッチは何回か7月ぐらいにやったことあったんだけど、はい、人が少なすぎたんだよ、うん、そのサイトにリスナー自体が少ないから、はいはい、ありますね。きついなって思ったの正直、うん、だけどフワッチは賑わってるのは知ってたの、そういろんな大手が来て、はい、である日のんたんとやったの、ちょっとやってみようかっつってカップル配信したらアクティブ200いったのよ。
初日でかいっすね。そうえってなったので、その頃俺ニコ生のんたんが減らって爆発しちゃったの、うん、だから場所がないと、うん、でツイキャスやってもアクティブよくて50だったの。あ、そうだったんですか。だったらツイキャスやる理由ないじゃんってなった。だからお金じゃなくて閲覧多いところでやりたいじゃん、うんうん、見られる側だから、うんうん、そうそうそう、見られてなんぼだから、うん、だったらフワッチメインにしようかって言ったら、そのバン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 ウェルカム状態なのよ。あ、ニコ生からワドを来てくれた、ありがとう、一緒に頑張ろうよって言って、うん、わ、めっちゃあったけえじゃんって思って。いや、正直俺もなんかフワッチでやる理由としては、うん、このニコ生民が来てるっていうのすげえ嬉しいんですよ。ああ嬉しいよね。俺だからそれで、いやなんか嬉しい、俺ニコ生民の人がコメント来るとやっぱパッと分かるんですよ。やっぱ名前もそうだし、あとコメントの質とかも全然違うの分かるから、俺すっげえ嬉しいんですよ。あ、でもね、フワッチこれからね、生き残れなくなるよ。早いとこ行かない。言っておくよ。いやいや、これどういうことかっていうと、うん、今年フワッチブレイクするとしたんだよ。うん、で、川崎洋平も来てんの。稲子も来てんの。そう、わかる。でしょ、わかる。すっげえ怖えなって思ってる。言っとくよ、うん。もし配信で、そのフワッチでそこそこのポジション取るんなら今だよ。そう、だから今盛り上げないとやべえなって。いや、今もう気づいてないと無理。そうそうそう、基盤を。だ俺も気づいてんのは、うん、和道さんも、うん、そこだけはちょっとなんかギリギリその目に留まったというフォロワー数ぐらいしかないんですよ。フォロワー数どれくらい？今912まで。だからそこぐらいなんですよ。で、和道さんと絡んだ点もあってちょ100ぐらい伸びて、うん、ギリギリなんですよ今。でもやっぱり俺ちょっと思うのが、フォロワー数と、うん、この普通の同時閲覧、うん、これが、いや閲覧だよ、どう絡むかっていう。いやいや、フォロワー数じゃないよ、うん、フォロワー数900あって、うん、あの閲覧はないよだよね、ないよ。いや、わかるわかる、うん、そう、正直厳しいぞ。そうそうそう知ってます。あのね、ワン太郎ね、ぶっちゃけな話言うよ、うん、あのオーバーするわけじゃないけど、うん、お前はいけるよ、あのちゃんとやったら。だけど、うん、だけど、まず残念なのが、まずキャリアが短いじゃん。だからまず配信のノウハウが分かんないでしょ。そう、俺配信好きなんだけど、うん、配信全然見てないんですよ。そこが怖いなって、自分の配信の。俺も見てないよ。見なくていいよ、うん、見なくていい、見なくていい、うん、それは知らなかった。はい、伊豆さん、初コメありがとう。ね、ぶっちゃけた話、もうフワッチで100万稼ぐ人が多分俺50人出ると思ってるの。1ヶ月で100万取る人が、うん、1年以内に50人はいる。ああ、うんうん、この伸び方からすると、うんうんうん、おそらくそうになる、そういう風な財布になるんだなって。やってるだけで見えるでしょ。俺はずっとじゃないけど、うん、まあ、クワッチ長いから分かりますね、うん、で5万とか10万とか20万とかの中間層、俺らみたいな層はさ、うん、これがいなくなる。要は全く稼げない側になるか、超稼げない側。マジっすか、 そこまで行きます。だってツイキャスとか見たことあるでしょ。いや、ありますね。ゴールデンタイム5000枠あるんだよ、うん、その中で1000何人が上位50人で、あと下の方って言ったら1とか2とかばっかりじゃん。まあ、確かにそうです、ね、こうなるの分かれてますね。もう2極化バンって。だから俺はその50人側に絶対入るって決めた。うん、力あるやつがバンバン入ってくるから、その中の30位ぐらいに入れたらいいと思ってる自分では。そっち来てー。いや、だからで、いけると思ってるんだけど、うん、多分圧倒的に何かが足りないとするなら、俺は1個だけもう革新的なのが分かる。これだけ直し、これだけ変わったらワンタロこっち側に来るだろうなっていうのある。なんですか、腹のくくり方。いや絶対ここ、いや、それは分かる、うん、絶対それは分かる、うん、そう、要は、うん、もう極端な話なんだけど、いろんな面で腹のくくり方は分かってる。で、どこで腹をくくるべきなのかっていうのはもう教えてもらってるから分かってるんですよ。教えてはいないけど、いや、教えてるというか気づかされてる部分強いですよやっぱり。例えば、例えばだよ、うん、そういうシチュエーションとかじゃなくて、例えばなんだけど、ヤクザが絡んできた時に配信キラーがの野郎って絡まれてすんじゃん、歌舞伎町で、うんうん、そこでどう返すかでもう分かる、はい、で、すいませんでしたっつって切るタイプの、うん、今は絶対、はい、速攻で切るでしょ。そうそうそう、
もし金梅さんとかサメ島だ、うん、さんだったら、なんだこの野郎っつってニヤニヤしながら突っ込んでいくと思うんだよ、うんうん、あーっつってそこなんですよね。いやめっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。美味しいか美味しくないかの判断、そこで美味しいって感じるやつは絶対そのこっち側になるんだよ。そう、自分を守っちゃうんですよ。そう絶対そのワンタロウは今だったら切るだろうなと思う。そうそうそう、今切っちゃうんですよ。切るでしょ、切ります切ります。要はそれに近いシチュエーションだったら切ると思うんだよ。もしくはうまくエスケープするっていう中堅みたいなやり方もあるんだけど、それも多分できないと思うんだよ。できないです、あの、うん、そういう器用なことできないでしょ、うん、そう、めっちゃわかります。多分鮫島さんとかもう美味しいって絶対なるはずなんだよね。いやすごい嬉しかったですよ、やっぱ鮫島さんとかあの、うん、ロハコの一件で、うん、そう、すげえ悔しかった。だから鮫島さんがあそこで出てきたっていうのがいかに美味しい。だってそうそうそう、分かる分かる。香川さん、うん、鮫島さん、ロハコさん、みどりさん、あ、香川よっさんもお前のこと話したんだよ。あ、そうだったんですね。要は全員でこいつ祭り、祭りにして、そう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 、わかるわかる、そうそう、バックアップ来てた、分かってたのに。だけどあれをプレッシャーに感じてダメなんだってなって引いたじゃん。あの時分かった。そう、かワンタロウを人生で多分配信を続けてくっとしたら多分人生で3回あるぐらいのチャンス。そうそうそう、めっちゃチャンスなのは後から考えたら多分ね、あそこであの乗り切り方変えてたら多分ね、そう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 、あ の, の伸びて爆発的に伸びてたのは爆発的に伸びてたし、多分今その俺に媚び売ってないと思う。いや媚びはもう売るのはやめましたよ。そうそうそう、いやでも本当にでも分かる、ね、うん、そう、ただ助け船に助け船がバンバン来た。そう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 、誰でも助けてくれそうな展開はあった。そう、だから配信で一美味しい伝説だから結局人生捨てられるかなんだよね。そう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 、俺はただでも、うん、そこは今割り切ったんですよ。そう、うん、どういうこと。いや俺はただインドに行かない限りは、うん、ちょっとそこの答え見つかんないっていう。そう、いや俺はそうなんですよ、俺はそうなんですよ、もう決めたんですよそこは。だからインド行かないと。いや俺ね、よく言うんだけど、うん、あのね、よくインド行きたいとかいろんなこと、うん、世界見に行くとか言うけど、うんうん、自分探しは、いや俺自分探しじゃないですから、それはマジで。ただ単に自分がやりたいことをやる人生にするっていうのを決めたんですよ。だからそこは違うんですよ、そこは本当に違うんですよ。自分探しなんて別にそこに自分があるとは思わないですよ。あのアルさんの質問で良かったのがあるじゃん。やっぱり大手の名前出すだけで閲覧すごい変わるって言ったけど、うん、あの FC2 アダルトの放送だよ、 FC2 アダルトの男の放送でアクティブ4000だっけ。そうですね、あ、2000。いやでも金杯のあれはアクティブ4000ぐらいはいっちゃう。お前の時だよ、あの時アクティブとんでもない、見たことない数字になったんだよ、うん、アクティブどれくらいだったっけ、こいつとロハコさんの絡み。ふわっちですか。違うよ、 FC2 アダルト。お前絡んでるからアクティブ見えてないんだけど、とんでもないことになってたんだよ。ずーっとコメントがホワイトアウトしてたんだよ。初コメありがとう。多分アクティブ2000、4000、うん、あ、まあそこら辺は言ってた、言ってた、余裕で言ってたよね。金杯は、金杯とツバジャン、ツマヤンの絡みは超えてたって言われてる。余裕で超えてる、超えてる。 そう、それはビビった。そう、そう、それでこんなにあいつ誰っていう風になってるのはおかしいんだって。あの時のお前かってなってる時点でおかしい。ハートありがとう。そうなんです、うん、その後の感想枠ですら、うん、もう飾ってたからね。ビビった。だからあれは要はリスナーの期待に応えられる。そうそうそう、それはだからそっちの世界を知れたっていうのはすごい良かったんですよ、うんうん、俺の中では。あれは多分一生その配信続けていく上でずっと後悔する。いやいや、それはわかる、うん、俺もあるもんそういうの、うん、あの時行けたのにっていうのは。そうそうそう、配信で腹くくってるっていう部分だったら、でも悔しいでしょ、配信者としてぶっちゃけ。あれはもう草ずっと生やし続けたかったですね。もうほんと悔しいですよ。だってさ、ぶっちゃけさ、そのコメントがバーって流れる体験ってさ、うん、人生一回あるかないかじゃん、普通の人からしたら。雑魚配信者からしたら。そう。で、あれを経験した時もう知ってるわけじゃん。うん。あの快感っていうかさ、その沸かせてるっていうかさ。あれは分かっ、うん。だから自分の、いや、でも、あのサイコロを出した瞬間、あ、俺これ勝ったなって。でしょ、うん、もう乗ってたでしょ、うん、あれはあったんだ。やっぱ、
一回神がかるときあれってもう3日引っ張れたネタだもん。そう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 。で、あのロハコ事件も知ってたら、なおかつもっと引っ張れたし、うん、そう。新宿ですよ、僕。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ポンタさん、フォローありがとう。もったいねえよな。あれはもったいない。ワド、もっと突っ込め。いや、俺ね、知らんだよ。別に、ワン太郎が本心として配信で食ってくっていうか、配信で骨うずめるっていう風に考えてるのか、てるちゃんぴんいらっしゃい。かだよ。か、もしくは、いや違う、俺は趣味だからって言ってんのかによって、そうそう、対応が違うんだよ。全然違うから。そう。そう。全然違うよ。俺は、言う内容が変わるもん。そう、俺は、今、趣味です。でしょ？うん。分かってると思うから、そう。だから、美味しいじゃん。そうそうそう。だから、強くは言わないっていうのは分かる。うん。俺は、もうそこしかないんだなって思ったら、多分、意気込み違うと思うし。絶対変わるよ。うん。だって、もう、俺骨うずめる気満々だもん。そうだから、そこに触れられてんのはすごいいい経験だなってのすげえ思ってるんですよ、俺は、うん、そう、うん、で、和道さん的には自分も美味しくなるし、まあね、いや、俺は美味しくなるっていうか、いや、持ってるなと思ったよね。だから多分ワン太郎をあそこに連れてったのが俺だっていう印象がないはずなの。後半戦から見たのは。あ、まあまあそうっすね。でしょ、うん、なんか若手がロハコに食われてるっていう状態じゃん、絵的に言ったら、うんうん、そう、うん、だからね、うん、まあ確かに配信者的にはあそこはしゃぶられてたら俺そこで、いや、しゃぶられてなくても、いや、しゃぶる、うん、いっぱいあるよ、方法は。そう、うん、そう、もう落とし方も知らんかった。いや、喋られても面白かったけどな。うん、でも喋られなくても全然。喋られたら、ロハコ事件2であれシリーズ化できたから全員美味しかったんだよ。だから喋られると思ったから、みんなその乗っかったわけじゃん、大手が。そうそうそう、あのロハコ事件第2弾来ると思ったから。うん。あったんだね。そう。うん、まあそこは本当に、うん、あれは喋られて欲しかったけどな。喋られて欲しかったどころか、付き合ってたら多分、いや、もう暗黒ファミリー入ってただろうな。入ってましたね、多分。みどりさんがほっとかねえよな。ロハコの彼氏って言っていじりに来るよ、絶対。そう、ビビったもん、うん、話題にされた時点で。ああ、そう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 。いや、みんなキャプって笑ってたからね。うん、いや、あれ笑うわ、ほんと。あんなロハコさんがずっと乙女だったからな。そうなんだよ。プレッシャー半端ないよね、あんだけ閲覧あるとね。圧は変わりましたね。変わるよね、空気変わるよね。俺だって、俺正直ブルってましたもん。ブルブル、めっちゃブルってましたもん、うん、だってあんな絵的に、絵面的に超グダグダですよ。いや、面白かったよ。いや、まああれもあれで良かったのかもしれないですけど、うん、途中まで良かったよ。そう、途中から、あ、俺だってそのこっから、いや、自分の話じゃないですけど、ロハコさんリードしないといけない側だったのかなっていう、その流れをちゃんと自分で。そうだよ、そう、ロハコさんっていい意味で天然だから、うん、そう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 、ロハコさんはいじられキャラだから、そう、俺がここでいじる、ね、こう、うん、誘導すべきだったんだなっていうのは反省点はありました。そうそうそう、そう、あ、まあまあ重荷ねえ、ちょっと負荷かけすぎだよな、確かに。でもよかった。そう、うん、でもあれは俺ほんといい経験でした。あれはいい経験だよ、ほんとに良かったです。あの、ほんとにあれをきっかけで配信やめた男もいるけどね。誰とは言わない。俺はやめらんね、うん、そう、うん、今後のふわっち事情、ふわっちは盛り上がる、盛り上がる、絶対来る。てか、配信ナンバーワンサイトになるよ。一人で、うん、間違いないです、うん、いや、ほんとね、いや、まあ、突っ込まれたよ、俺は和道さんに、うん、いや、ほんとにほんとに強えよ、やっぱりね。
ね。あともすごい、あのね、その時の話をするとね、裏でお前頑張れよみたいな、この和道さんの圧は感じてたんだよ、ロハコさんの一件ね。そう、その後、まあ、鮫島が締めたわけなんだけど、しすっげえ悔しかったもん。あんな終わり方でいいのかみたいな、すげえ悔しかったもん。あの出てけ出てけで逃げろ逃げろみたいな、あれはほんと悔しかった。あれは悔しいよな。悔しいけど、でも自分にはどうしようもできないっていうのがもう露呈されたのがすっごい、もうね、そう、わかる。だからまあ配信ずっと続けてるよね。うん、自力をつけようと思ってた。そう、そう、分かってるよ。鮫島さんがそのオチをつけようと頑張ってくれたの感じてた、全部感じてた。序盤はね、盛り上げようとしてたんだよ。いや、てかむしろこいつどっちなんだっていう探りの意味の、その意味で、いや、むしろしゃぶられ側に、聞こえる？何も聞こえた？あ、ごめん、幻聴だわ。たまにやるから。俺統合失調症だから、あの知らないおっさんの声とか聞こえるから。ごめん、何も聞こえなかった今、リスナーさん。完全に俺減らってた今。聞こえちゃいけない声聞こえてたわ。ごめんごめん。やめろや。いや、よくある。やめろやマジで。俺何も聞こえてなかった今。いや、本当に聞こえてなかった。ああ、じゃあ幻聴だわ。やばいわ。やばい。じゃあ俺トイレ行く。はいよ。いや、まあリスナーからしたらね、配信論聞かされるぐらいつまんねえもんねえよね。ワン太郎の誕生日誰か知らない？セキュリティ重くしてんな、6桁かよ。つまんねえやつだ。知らない。セキュリティが6桁で重たいんだよ。つまんねえな。絶対こいつ女と連絡取ってるから、そういうタイプだから。いや、絶対女とね、裏でパコってるよ。アッスンに聞けば、アッスンパコってる可能性あるからやめとくわ。っていうかさ、これさ、アッスンお前に惚れてるだろ。何？アッスンってふわっちの配信者いるじゃん。いるいる。え、アッスンお前に惚れてるでしょ。惚れてないよ。嘘。ほんと惚れてないっす。嘘。俺とノンタンの見立てだとアッスンは絶対惚れてるっていう。惚れてるっていうか、もともと、その俺がどうしようもなかったんですよ、本当に。何が？旅、あの、話すと、俺すごい引きこもりで、で、親に追い出されたんですよ、家を。でそこからスタートだったんですよ、旅配信っていうか。はいはいはい。で、そこでどうしようかっていうことで、アッスンがずっと見てくれてたんですよ。情が、はい、情が強いっていうか。だからそれ好きってことじゃん。どうなんですかね。俺絶対アッスン惚れてると思うよ、ワン太郎に。いや俺でも、まあアッスンだったら俺すげえ結婚っていうか付き合いたいっすよ。そう、そこは。うん、え、アッスンの顔見たことあるの？あるある。かわいい。でもかわいいの？いや俺は別に全然付き合える。あ、そう。かわいいって言える、あれじゃないけど、そう、俺は軽くディスった。俺は全然いいかなっていう。ああ、いいんだもん。そう、でも違うんだろうなっていう。そう。アッスンいくつ？アッスン年齢公開してなかったっけ？アッスンって公開してないな。なるほど、戻るわ。マイク、
んな感じですね。いや俺ハッスン惚れてると思うんだよな。いやいやでも可愛がってもらってるのはすごく感じてます、ね。いや俺ね可愛いを超えてると思う。ハッスンは絶対好きだと思う。いや絶対好きだと思う、うん、見てくれてるかな嬉しいっすよ、うん、そうもうね配信者とリスナーの感情を超えてると思うよ。マジっすか。絶対超えてる。いやでもまあいや勝手に言ってるだけだよ、うん、俺が勝手にそう思ってるんだよ、うん絶対超えてる。いやですげえ助けてもらってる、うん、どちらかというと人間のその関係性を築くのは向こうの上手だから。おお、なるほど、うん、そう出ないかな。マジか。出ないかな。出ないか。いやマジか。普通にいるんだ。え？怖えわ。人脈怖えわ。いや俺ドキッとしちゃう今。うん、配信者ですげえな。どこからでもネタを拾えるネットワークを、うん、まあ千とか命って言うぐらいだからうっちょ今気持ち悪かった。溝落ちぐらいからえぐられてる感じして、うんうん、明日寝てるわ、うん、寝てます、ね、寝なかったわ。寝ててほしいわ、うん、ドキッとしたわ、うん、しかしこの枠コメントねえなあー俺でも聞きたいぜ。コメントはどうやってあのやっぱり俺もコメントないもん。え自分で喋ってるからじゃないですか。俺それでもキャラなのかなと思いますよ。やっぱ自分で喋れないやつがやっぱコメント多いのかなと思います。コメントあった方が嬉しい。難しい、ね、いやでもコメントあった方がでもやっぱ嬉しいですよね。いや別にスカーレットはどうこうとは思わないよ俺。スカーレットちょいちょい来てくれるし、でもスカーレットもそんなうちではコメント打つキャラじゃないよね。ちょっと遠慮してるよね。ああ、それはわかる。なんか他の配信見てると、よくスカーレットいて、結構和気あいあいとやってるから、あ、遠慮してんな、みたいな。はぁ。見てんすね。見てる見てる。配信、自分の配信外は配信見てんすか？いやー、チェックしてるわけじゃないよ、俺は。ただ、ふわっちは、5件ザッピングしてから枠開くかな。俺、もうザッピングタイプなの。もうその場で面白いか面白くないか一瞬で決めるタイプだから、うん、パッて言っておはようって言ってもう会社が面白くなかったらそこパッて切って。あ、そういうタイプなの。そう、おはよう、こうつま、会社がつまんなかったら切るみたいな。は、だいたい一枠一個の挨拶で面白いか喋れるやつかどうかわかる。それ教えてもらっていいですか。例えばまずおはようの時点でスルーされた時点でもうもうないじゃん。で、おはようって返してくれるんだったらいいけど、その時に次に新規が来たタイミングでゼロからトークできるかどうかなの。ああ。振り出しに戻れるっていうか。うん。説明枠、説明を。軽くね。うん、10秒とか15秒とかでできるかどうか。で、もっといいのはそっから話題作れるやつは絶対見るね。喋れるっていう。おはようじゃないよみたいな、うん、なんかこの前枠見たけど何なのみたいなのから広げていくようなトークができたらいついちゃうね。やっぱりもうそれでわかる、その、うん、初見って言った時にもうその時のトークの組み立てで、あ、こいつできるなとか大手になるなと思ってわかる、うん。それで抜群にうまかったのにリナ猫で、あいつは、そう、あいつは絶対、うん、その大手になるって言ってたけど、結局やっぱ増えたよね。うん。うん、あいつはだからもう稼げる側に行ったよ。確実に。あいつは行くなっていう予感がしてた。ポテンシャル動向じゃないですね。じゃない。うん。対応。うん。対応。対応でわかる。うん、ね、リナ猫自体が配信好きっていうのがわかるんですよ、ね。配信好きなのもそうだけど、うん、うまいよ。
やっぱり、うん、うまい。そこはあれなんですか、人間性じゃなくてテクニックで見てるんですか。テクニックじゃ、人間性もそうだし、テクニックでもそうだし、うん、両方だね、うん、両方。悔しいっすけどね。ああ、分かるんですよ、リア猫すげえ俺悔しいっすもん。でしょ、パッと現れてでしょ、うん、うん、いや下に見てたでしょ。いや下には見てないかな。いやでも、もうそんな上がっちゃうみたいな。俺絶対行くなと思ってたよ。あ、マジですか、うん、当たってます結構自分の勘。てか俺が大手になるっつって大手になんなかった人いない。ああ、で中堅は中堅、大手になるっつったら大手になってる。でお前は過疎だっつったらずっと過疎。本当に怖っ。俺ちょっと言わない、ビタビタに分かる。言わないでほしいわ、マジ。ビタビタに分かる。お互いのことどう思ってる？かわいい後輩ぐらいにしか思ってない。俺は本当に勉強材料。おもちゃ。いやそうだよ、おもちゃで、おもちゃなの感じてるよ。おもちゃ。うん、かわいいおもちゃ。だから会ってくれんだよ。だから会ってくれんだよ。ミズニャンか。ミズニャンはだから俺は典型的なキャスで当てたやつっていう感覚で、結局ふわっち来てもキャスぐらいキープできてないじゃん。本来だったら深夜直ぐらい行ってるはずなのに、結局だから層が弱いんだよ。だからキッズだけしかできないから、食えないっていうか、まあ食えるよ、ぶっちゃけ俺より全然食えると思うけど、本人は納得いってない部分あると思うはずだよ、絶対。ありますね。要は石川紀之になりたいわけじゃん、キャスの人たちは。うん、やっぱ、うん、神になりたいわけじゃん。そう。そう、でもなれないって。桃七っていう人を知らないっすね、僕は。はい、はあ、うん。知ってる？まあ、桃襟っすよね。桃襟のこと桃七っていうの？そうっすね。ああ、うん。桃襟はまあ、タレントになるだろうね。もうそっちの路線に行っちゃったんすね。いやー、どうだろうね。あ、じゃあ次枠いきます。おー、千本槍さん、どうも。千葉枠のコメント。あ、千葉さんね、FC2 の時に絡んでるんですよ。はぁ、そうなんだ。FC2 って結構閲覧持ってて。あ、で、もう、こっち来て、アクティブ初日しなかったけど、うん、あ、行くなって思った。で、思った通り。喋れてるんじゃないんだよ。コンテンツが他にないの。キラーコンテンツの。要は言ってることがとんでもかもしれないけど、要はそのキャラがいないの。配信会。だからどこ行っても通用する、あれは。で、キャスでは通用しないんだよ。ウーマルちゃんの絶対。キャスはもう絶対新規参入無理だから。だから、あ、いい判断だなと思った、千葉さんは。うまいって思ったね。今入ってくるタイミング。あ、桃襟だ。じゃあ、一旦枠閉じます。お疲れ様でーす。一旦枠閉じて次枠いきます。桃襟変えたんだ。変えました。タレント参入のために。違う、SEO 対策だよ。ほら、絶対そう。桃襟っていう名前、多分モデルかなんかがいるから。いるんですか？多分。それで、桃七っていうので、多分、誰も使ってない名前にしたんだよ。あ、ありがとうございます。あ、千葉さん全然好きっすよ、僕。まあ、言ってることも間違えてると思ってるけど。いや、千葉さんとバチバチやり合ってるんです、突然。あ、そうなんですね。うん、俺もほら、陰謀論とか得意だから。好きやー。お疲れっす。2017年も楽しくなりそうだな。酒足りない。俺意外と飲めんすよ。買ってくるわ。どうします。そう、優しいよ。いくらそっとそれ。いや、ラムあんのか。ラムラムもない。もう入れてる。入っていきます。いくらあるか2人に。いや、ぶっちゃけいらないっす。あ、そう、うん、ぶっちゃけ。あ、そう、もう自分で買ってきます。俺今月ピンチだから。はい、うん、あ、そう、あ、そう、おされい。次役いきます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。